外崎チャンネルちょっこんにちは。さあ今年もやってまいりました。トレードに出してあげた方がいい選手、はい、来たね。来ました、うん、年に一度の、うん、はい、この企画ももう5年目ぐらいですね、うん、素晴らしい企画ね。こう浸透してきてるから、うん、もう昨年もオリックスをね、今年キャンプ行った時に、うん、オリックスのほぼトレードに出してあげた方がいい選手、うん、フルコンプリートだからね、ほぼ。あ、そうでしたっけ。そう、全部言った選手がほぼ全員じゃなかったと思うけど、うん、8割ぐらいは全員トレードされた、はい、で2月にキャンプにオリックスに行った時に福田さんから、うん、どっから内部事情を仕入れてんだって言われてお前すごいなっつってその自分の分析だけどっていうよく見てる試合って言われてで今年もだから、はい、でもね、これ毎年言いますけども、うん、まあでももうだいぶ日本の全国の中でもトレードはポジティブっていうのがもう浸透してきたね。そうですね。この企画の1年目の頃って、うん、それをまあ佐藤さんが言うまで、うん、トレードに出した方がいいなんてひどいみたいな、うん、そうそう、だから要は、ね、その今までの日本っていうのは、うん、トレードに出すのはいらないから出すっていう、うん、こうネガティブ、うん、捨てるみたいな。はい、いらないもの同士トレードするみたいな、うん、もうチームからいらないから捨てるみたいな認識だったけど、うん、そうじゃないんやと、うん、ね、まだ使えるのに、うん、使わないんだったらその選手のために出してあげましょうよっていう、うん、逆に言うとまだ1軍に出てこない、ちょっと2軍でくすぶってるような選手の若手じゃない、うん、25歳から30前後までの選手で、うん、ほぼ1軍いないのに、うん、名前に上がらないやつの方がやばいから。うんそうですね、もっとやばい人たちはいるという、ね、そう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 、うん、もうトレードとか無理やろうぐらい追われてるってことだからね。こう名前が出るのはまだ他のチーム行ったらいけるんちゃうかっていうポジティブだから、だし他のチームも欲しいから合意してるわけですよね。そうそうそう、だから最近で言うと、まあ、現役ドラフトも含めてだけど、うん、今年だと水谷がね、はい、のホークスにいたら、うん、まあ一応いないよ、はい、出るとこないからね、うん、でも逆にそれが現役ドラフトでチャンスを得て日本ハム行ったら交流戦史上最高打率やろ、えぐいやろすごい。なんであれ日本戦やっていうな、うん、あの日本戦の意味を知りたいっていう。あとは去年だったらね、細川とかね、そうですね、大竹投手もそうですね、そうそうそう、頑張ったっていうところもあるし、トレードでもね、郡司とかね、あと宇佐美もね、そうですね、いい感じだし、あとはジャイアンツ泉とかね、斎藤幸輝、ああ斎藤幸輝とか、あれですね、結構その日本ハムにいたチーム、やっぱ新庄さんがこう積極的に使ってって、トレードはね、あ、そう、確かに、そう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 、お互いね、そういった意味でもね、何気にこのトレードがでいい形の結果を残している選手も多いから、今年もね、使わないんだったら出してあげましょうっていう思いで、今日はですね、まあ今日が6月21日。だからあと約1ヶ月強だね、このトレード期限まで。今、交流戦が終わって、もうすぐまたペナントレース始まるよという頃です。今日から始まる。その中で、起こりそうなチームから出すと。起こりそうとか分かります？起こりそうっていうのは、やっぱこうね、もう今年ダントツもう無理やなっていうところは、そんな積極的にトレード俺はしなくてもいいと思ってる。だってそんなことよりも若手の底上げの方が大事だと。育てようっていうね。そう、これ優勝、もうちょっと戦力アップしたら優勝、もうちょっと戦力アップしたら A クラスっていう、この今瀬戸際にいるチーム、もしくは監督が窮地っていう、今年やっぱ結果出さないとっていうところが、やっぱこの積極的に動く必要があるっていうところもあるんで、今回の第1弾は中日ドラゴンズです。ありそうありそうやろ。ありそう。今交流戦まで最下位になって、はい、でも首位と 6.5 ゲーム差だから、うん、別に、まあ、最下位っていうかヤクルトと同率ゲーム差なしの5位だけども、はい、まだまだセ・リーグはワンチャン頑張れば A クラスどのチームにもあるし、うん、優勝もどのチームにもあるから、はい、そうなった時にやっぱりドラゴンズは動きそうじゃん、うん、やっぱりね。しかも結構近年積極的に動いてますね。そうそうそう。でもそのためには出さなきゃいけないからね、うん、はい。でもこの使わないなら、うん、使わないならもう出そうというところで、はい、もう決まってるんですか？決まってます。はい、はい、第1回トレードに出してあげた方がいい選手、はい、中日龍空。ああ、これ、ああ。でも今年、去年1軍でね、うん、ちょっとさっぱりな感じだったけど、はい、今年は2軍で2割6分3厘、うん、はい、打ってて、うん、でしっかり頑張れてるっていうところもあるのよ、うん、得点圏打率3割1分6厘、はい、ね、だからまあいい感じで頑張ってるけど、うん、で今、21歳、はい、今年22歳、若いじゃんっていうかもわかんないけども、もうほぼ一軍で使われることはありません。そうですか。いや、だって、まあ、村松もね、頑張ってる、田中幹也いる、で、板山が今ね、内外野守れて大活躍、で、カリステももう外せない、福永、山本やってきたら、もうだって、キャンプの時頑張ってた津田、辻元はどこ行きましたみたいな、本当ですね。で、逆にいるわけじゃん、その津田、ね。まだしかも入ったばっかりだし、ね、そう、うん、津田辻元っていうところもね、はい、いるわけだから、うん、そう考えるとよ、もう龍空、そうですね、順番回ってきてへんやろってなった時によ、うん、出すから取れるわけだから、はい、っていう中で全く使えないやつ出したら、うん、いらん子同士のトレードだったら、はい、来る選手もいらないじゃん、はい、だからそこそこ、うん、いい選手で頑張れて他にも需要ありそうやなっていう選手出さなきゃいけないから、うん、もう思い切って、ね、うん、ドラゴンスカイ、はい、もう飛んでいこう。まだ若いし欲しいチーム多分あると思う。やると思うよ、うん、頑張れば二遊間とかもね、はい、できるかもわかんないしね、うん、そういった意味では、うん、二遊間に苦労してて、あとはまだ若手だからね、はい、全然21だから、うんうん、そんなお前まだいけるやろっていうかもわかんないけど、はい、いけるから出すんやっていう。そうですね。それじゃ取れないから。中日の補強ポイントとしてはどこになるんですか。もし出して取ってくるってなるんだったら、それは最終回です。そっか、早いね。そっか、聞きたくなっちゃったもん。それ最終回だから。そうだったっけ。去年くらいからそれやってます。13回、今日から12回あるから。これ2球団ずつとかじゃないですね。違うよ、1球団。これはもう1球団に愛を込めてやる。そうですね、大事な企画ですからね。そう、続いて、はい、トレードに出した大井選手、俊太、まあ、トレードで来たんだけどね。そうなんですよね、オリックスからね、うん、でもちょっとで今も2軍で2割8分3厘、あ、結構打ってますね。そう、いい感じで打ってるんだよ。で、足もある、守備もある、はい、っていうところを考えると、うん、ちょっと今もう外野もちょっと大混雑でして、そうですね。たまに板山が外野守ったりとか、ね、あと上林ことし使ったりとか、上林選手が来たからちょっとキャラとかもね、で細川とかねもいるし、カリステたまに外野守るしね。そう考えたらまたちょっとキャラかぶり多いね。加藤翔平とか後藤俊太もパッと見たら分からない人だったらどっちかどっちか分からへんで、本当に。確かに上林選手、加藤選手、後藤俊太選手ってこう3人ともこう細身で足速い感じで。似てますよね。でまず岡林もいるわけでしょ。確かにそうですね。で大島でしょ。ってなってくるとちょっとチャンスがね、やっぱなくなってくるっていうところもあるから、ディカーソンもね、見よし。確かに。でそうなってくると、まあまだ31歳だから、まあまだいけるじゃん。うん、そうですね。ってなった時に使わないんだったら、俺はもうトレードとしてはいい選手だと思うよ。そうですね、外野で勢いあって守備もあって、身体能力高いっていうところでは、まあワンチャン面白いんちゃうかっていうね。確かにありますね。そして続いてピッチャーいくから、次ピッチャー、そんな言うほどいないんだけど、こちらの選手です。福谷浩二。ああ、結構もう年齢的にも上になってきます。今年早回りだから今年34の年だけどもね、なんと、里崎指数的に、1軍で結果出すためにはピッチャーはファームで1割台で、防御率1点台、なんと今2軍で防御率 1.91 です。おお、クリアしてる。8試合登板で6試合先発、クオリティスタート3回、2勝0敗です。リリーフでもいけるしね。その今ちょっとピッチャーに困ってるところ、いいんちゃうかっていうね。すぐ使えるよ。今1軍でまあ今年2試合出てるんだ。そうとか4月に2試合投げてって感じでもピッチャーもさ、梅津がさ怪我から復帰で1軍ではまあちょっと登板間隔空けながらだけども投げてるっていうところもあるし、リリーフでも岩崎がね復活してきたっていうところもあるし、なかなかないんだよ、その空きが。ってなった時にそれよりも若いところは若い選手たちがね今後埋めていくだろう可能性もあるから、こはもう一発福谷選手いっちゃうかっていう、うん、そうですね、ピッチャー苦しいチームはね、しかもね、慶応大学だから、今、慶応大学ムーブメントだから、うん、結構活躍してるからね、はい、移籍してね、うん、そういった意味では、はい、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、うんうん、あとまだいます、まだいる、はい、根尾昂、根尾投手、まあ二刀流だからどっちでもいけるよ。まあまあ野手でもね、でも今やっとなんかこうピッチャーになったんでピッチャーで頑張ってほしいですけどね。そうだね。でもさっきも言ったようにピッチャーちょっとチャンスないやん。うん、まあそうですね。で、そのどっちつかずになってもあれやしっていうところもあるけども、まあ環境を変えるっていう今ね2軍では 3.67、3勝2敗。まあこれはねもうね最後だからワンチャンおまけ的な。まあ環境を変えるのもありかもねっていうね。だってで小園根尾藤原やろ、はい、ビッグ3、うん、同じドラフト1位っていうところでねちょっと遅れを取ってるっていうところもあるし、だってめっちゃいいの取れると思って、まあそうですねなあ、うん、そこそこ、あでももう24歳なんだ、うん、根尾選手って、うん、6年目だからね、そっか、もう大卒の2年目だから、うん、と一緒だからね、そういった意味でも、うん、まあまあ、もし相手の欲しいのがちょっといいものだったら、はい、もう思い切って根を出して、うん、それに見合うものを取ってきて、うん、チームを強化して今年にかけるっていうパターンもあるよね、うん、そうですね、これぐらいかな、はい、でもピッチャーは意外と結構でもいい選手やんな、内外野、ピッチャー、先発、リリーフもどっちもできるってなって、で1人二刀流やろ、その取ってきたい選手に合わせて出せると思うよ、そのチームの補強ポイントに、ポテンシャルすごい高いですしね、あそうや、もう1人いたわ、忘れてた、今思い出した、こちらです、石垣正美、25歳、今年26歳、これちょっともうキャラかぶりで。なかなかチャンスないから、でまた高橋周平もね上がってきてっていうところもあるし、2軍では2割7分5厘ホームラン4本いい感じなんだよ。だからでもなぜか1軍そんな上がってこうへんねん。そうですね、いい感じだけどね。2試合しか出てないんだ。そうそうそう、ゴールデンウィークが最後だからもう使わないんだったら石垣いいと思うよ。山形だからね。そうです、奥さんも山形だからね。あそうなんだ、山形だからね、いいよね。いいよですね。山形で、あ、右、山形で右。ああ、いいね。え、なに。わからんの。逆にわからんの。逆にわからんの。山形の右ね。あ、俺フィットしました。すごいフィットしたの。逆にわからんの。え、そういうことですか。山形で右打ちだよっていう。理解できませんか。え、で、だから、あ、そういうことが言いたいのかなと思って。いや、そういうことじゃない。その先に繋がるんだ。そう、だから先に繋がる、それを言いたいのかなと思って。ああ、分かってんでしょ。え、でもそれって13回目なんですよね。おお、分かってんじゃん。本当に理解してるのが不安だったわ今。13回目です。13回目なんですよね。俺石垣もいいと思うね。何気に右で、で結果も残してるし、使わないんだったらね。だここを取っているところを取ってくるっていうところでは、俺はこのナイスな5選手だと思うから、そういった意味ではね、今後どうなるか分かりませんけども、さずきおすすめの選手はこのドラゴンズ5名です。さあね、トレードどうなるでしょうかね。どうなるかね。ドラゴンズファンの皆さんどうですか。さあトレードに出してあげた方がいい選手、今日はですね西武ライオンズです。今何ゲーム差、首位と9、11、13、23.5 です。ほぼソフトバンクと西武の勝敗差が逆です。41勝19敗と19勝44敗、3位までが 14.5 ゲーム差、交流戦前借金15で入って、借金が10増えて25になってます。トレードに出してあげた方がいい選手、正直してもほぼ意味ない正直。やっぱね、やっぱトレードは今これがもしメジャーだったら西武っていう球団はもう売り手に回んねん、買い手じゃなくてもうどんどんいいの出しますよみたいな。その代わり若手の有望株とドラフト権くださいねみたいなところになるから、正直西武はね結構メディアではトレードに動くんちゃうかとかって言ってますけども、理屈上考えると、トレード意味あるかなっていう、うん、それよりももう思い切って、まあ、正直ね、うん、もう消化ゲームなんだよ。そうですね、ちょっと5位との差もすごいついちゃってますしね、うん、正直ね、うん、だからもう来年に向けて、うん、その若手をもう積極的起用、はい、だからもう特会引っかいするんじゃなくて、うん、もうまあ全員とは言わないけどもやっぱ期待を込めてる選手はもう使い続ける、うん、っていうところで。もう積極的起用で来季以降に向けてチームの強化に進めていくのがチーム内競争を激化させて、はい、が一番俺はもうライオンズを再建するためには今しなきゃいけないところだと思うから、うん、そんな焼け石の水状態でトレードを取ってきても正直意味ないと思うんだけども、はい、強いてやるなら、強いてやるとするなら、はい、まず、野手は、はい、こちらです。うん、若林岳人。おお、はい、若林選手、でもやっぱあれじゃないですか、西武って今外野も誰が出るかっていうところもちゃんとこう定まってないじゃないですか。そうそうそう、その中で若林選手ですか、うん、5月21日に出て最後、うん、1軍には出てません、はい、で2軍で、打率3割1分1厘です。2軍で3割以上のノルマを達成している中で、はい、1軍ではなかなか結果を結びつけれない、はい、で現状、今の1軍でいうと外野は蛭間、うん、ね、まあ、そして鈴木将平も上がってきたし、で岸ね、はい、とかで、あと育成から入ってきた奥村とか、うん、ね、でまあ、金子がね頑張ったりとかってしてますけども、はい、まあ、なかなか順番的にね、うん、っていうところもあるし、いい選手出さないと、はい、いい選手取れないから、うん、だから脱一応の最初も言ったように、とりあえずする必要ないよ、うん、強いて言うなら、うん、野手、ばーって見渡したけど、いい選手を取れて、まあ最悪出すのもありかって思うの、うん、若林しかおらへんね、うん、正直、はい、若林だったら欲しいところいっぱいあると思うね、うん、でいい選手も取れると思うから、はい、まあ、それに見合った選手を出さなきゃいけなくて、うん、今の編成上を見ると、うん、まあ、若林選手ぐらい出さないと、うん、なかなか難しいんちゃうかっていうところもあるし、うん、いい選手だから、はい、でもそれで1軍で使わないんだったら、うん、俺はチャンスあるんちゃうかっていうね、うんうん、そうですね、うん、一時期すごいね大ブレイクしましたけどね、怪我が痛かったね、うん、本当にね、あれ怪我なかったら盗塁王 100% 取れてるよな、はい、うん、続いてピッチャー、はい、でも野手1人ですかね、野手もうただでさえ打てへんチームから、はい、そんな出せるやついないんだよ。そうですね。まあか、まあ、もう固まってないんだから、どれ。はい。そうそう、誰がスタメンって決まってないですよね。うん、全員使ってんだから。はい。逆に使うほど使ってんだから。はい、だからもう一人探すの大変だったよ。はい。見合ういい選手で出しても最悪よくて、うん、いい選手取れるってやったらもう若林君しかいない。はい。続いてピッチャー。ね、はい。こちらです。はい。與座海斗。おー、与座投手、まあぶっちゃけ先発、この交流戦は6連戦が3日続く、3週続くから必ず6人いるからその投げてたところもあると思うんだよね、最近投げたのは阪神戦ねっていうところもあると思うけども、まあ今平がね離脱してるっていうところもあるけども、まあ先発のローテーションでいうと渡辺も投げてたりで高橋光成勝てないけどで隅田ね、でまあ、竹内もまた戻ってくるっていうところもあるし、はい、で今井ってなってくると、まあ谷間とか6番目以降とかになっちゃうから、うん、まあ、そこまで別に先発もねいない状態じゃないじゃん、うん、で青山君も先発もしてたし、はい、であともう高橋か、うん、もういるからね、ね、はい、だからまあ今ちょっとね、うん、アンダースロー人気がちょっと高まってきてるから、うん、高橋麗のジャイアンツとかもそうだけどね。だからまあ今ね、うん、出しとけば逆にいい選手取れるんちゃうかっていうところで、そうですね、順番的なことも考えて、うん、出すなら与座かなっていう、うん、先発はまあ人的にはいるんですもんね、そう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 いるからね、うん、そういった意味ではまあワンチャン与座を出したらいい選手取れるんじゃないのかっていうね、はい、うんうん、ところと、続いてがこちらです、はい、浜谷翔太、はい、はい、25歳早生まれ、今年26歳、うん、ね、2軍では防御率 2.05、はい、3勝1敗、うん、10試合投げてます、9試合先発、はい、こんなに頑張ってるじゃん、うん、こんなに頑張ってるけども1軍で投げたのは5月10日の、2回3分の1、4失点、うん、自責点3、1試合のみで、うん、しかも左ってなってくると今の1軍の左ピッチャーでいうと先発は、竹内、はい、隅田、うん、いるわけじゃん、うん、なかなかチャンスそうですね回ってこないよね、うん、でリリーフ今ヤンとかもね、はい、上がってきたりとかもしてるし、うん、で佐藤もね左結構いるし、うん、ってなってくると、はい、チャンスがなかなかないね。あと肌とかも一軍で投げたりもねそうですね、うん、してるから、うん、順番的にチャンスがないから、うん、そういった意味では今ね2軍でしっかり結果残してるっていうことを考えれば、はいうん、ね余ってるところを出すね、うん年齢的にもまだまだこれからいけるし、しかも左だしっていうところでね、うん、いい野手、はい、取れるんちゃうかっていうところで、まあ俺は出すのはありかなっていうね、うん、そうですね、うん、続いてがピッチャー意外といますね。いやピッチャーは、うん、今年西武ねピッチャーいい言われながら防御率とかめちゃくちゃ悪くなってきてるから、うん、まあ高橋光成が勝てないっていうところと、はい、まあ平良がいないっていうところもあって、うん結構いい言われながら成績は悪いのよ、はい、でもまあ数はいるから、うん、そのね希望の期待の、はい、だからそうやってくるとやっぱりピッチャーが、まあ、多めに出してもいいんちゃうかっていう。あとここ最近ドラフトもピッチャー結構多く取ってたからね。そうですね、うん、で続いて、うん、こちらです、はい、本田圭佑お31歳、はい、宮城県出身の、うんまあ、使ってるけどね、うん、結構ねはい、結構使ってるけどここら辺出していかないとね。そうですね安定的に活躍できるけどでもなんかピタリと常にいるわけじゃないんですよね。でまあ今年松本がね、はい、リリーフになったりっていうところもあるけども、うん、まあ海野がもうちょっと頑張ってくれればね、うん、正直海野もあんだけどね、うん、来たばっかりじゃんっていうのがあるから、うん、もうここはやっぱりまだタイミング的に違うんちゃうかっていうね、うんうん、ところで一瞬松本説も考えたね。いや松本投手いっちゃういやめっちゃいいの取れるね。もう取れますね、うん、だからそれぐらいしないと画期的に良くならないから、うんまあ、でもそれだけポテンシャルのあるいいピッチャーはめちゃくちゃいるってことなんですよね。そう、うん、あとまあもう一人考えたのが、はい、平井勝則平井投手33歳まだ33歳、はい、俺もうちょっといってんのかと思ったらもうベテラン感出てますから、ね、まだ33歳、うんはい、で2軍ではね、うんまあ、8試合リリーフで投げて 1.13、うん、だからワンチャンキューブでリリーフみたいな、はい、っていうところにはいいんちゃうか。まあそうですね、まあ、人がいるからね西武。そう、だからそこらへんかな、うんまあ、松本とかはないだろうけどね、もう何言っていいやなるけども、うん ね、でもそれぐらい出していかないと、うん、いい野手取れないから、はい、そこまでしないと、うん野手のこの改革なかなか進みませんよっていう。あ、まあ、松本投手欲しい球団は多分めちゃくちゃ手挙げると思う。だからもう先発もできるし、だもうビッグねもういい形の野手が取れるんだったら、うん、ワンチャン考える余地はある。まあねリリーフも人いるし、うん、先発も枚数いるしっていうところで考える余地は、うん、でもまあないけどまあ本田どうですかっていう、うんうんうん、っていうところで、ね、やっぱそれぐらい出さないと。うんいいの取れへんと思うんだよね。そのやっぱ今の西武だと、うん、絶対レギュラー取らないといけないから、はい、使ってみないと分かんないじゃなくて絶対レギュラーっていうのを取らないといけないって考えると、はい、絶対的な選手出さなきゃいけないから、うんまあ、ここら辺ぐらいは出さないと。でも何回も言うけど、うん、トレードとかは俺はすべきじゃないと思うね今はね、うん、そんなそういうんじゃないね、うん、今上げた選手たちも含めて、うん、全部底上げして、うん、チーム改革をしていくことの方が大事だから、はいだってもうとんでもないこと言ってたんよ、はい、この前、うん、誰がネットニュースで見たんだけど、はい、交流戦ブレイクの4日間の間に、はい、そう党内連携だったり、うん、中継だったりエンドランとかバスターとかの、うん、なんか練習してて、はい、で渡辺久野監督が、うんキャンプで全然できてないのでえ嘘やろどういうことっていうキャンプでやってなかったってことですか。いや分かんない真意は分かんない、うん、やってたのにやってないって言ってたら問題あるじゃん。そうですね、うん、で本当にやってなかったらもう大問題じゃん、うん、いやそれは勝てんでっていう西武1週間遅れて入ったからいやだから逆に言ったらそれもあるよね、うん、もしそれがやれてないんだったら、はい、じゃあなんでそんな5日間も遅らして入ったんやと、うんまあ、確かにそれで本当にできなかったんだったらスケジュールね、その5日間に、はい、じゃあ逆に言ったらできたのにやらなかった全ての編成と全てのスケジュールミスちゃうんかと、うん、スケジュールミスになりますよね、うんうん、そういう意味ではね、うん、何やっとんやって話じゃん、うん、それが事実なんだったらね、うん、だからあの発言聞いた時に、うん、全部が、うん、じゃあ何やってんのみたいな確かにその発言をプラスに捉える要素はないんですよね。1ミリもないんだよ、うん、もうそれが事実なんだったら、はい、なんでいつかも遅らして入ってと、うん、もう最初からなんでやらなかったんだなるし、はい、やっててやってないって言うんだったら、うん、そもそもやり方問題あったんちゃうんかみたいなね、うん、それ今までの現場の人たち、うんうん、でも監督だけ変わってコーチは変わってないわけじゃん、うん、ってなった時にえコーチは何やってたんやって話じゃん。そうですね、うん、いや全部がびっくり、うん、それは弱いよっていう。そうですね、うんということはもう来年からは2月1日からキャンプインしなきゃいけないんちゃうかっていうね。早めに入るぐらいの勢いで、だってできてなかったらね、スケジュール問題できないんだったらねっていうのを感じた今日この頃。だからもう底上げが大事。本当はもうトレードなんかでしてる場合ちゃう。まずはまあこの企画的にね、もう強いて言うんだったらだけども、俺はする必要ないと思う正直。そうですね、出してまで誰かを取らなきゃいけないっていうのがないから。で別に今の西武でチャンスないのは本人の頑張りが足りないからだから、はい、唯一今日挙げた中で浜谷ぐらいちゃう、うん、ちょっといい選手なのにチャンスないから、はい、使わないんだったら出してあげてもいいんちゃうかっていうね、うん、正直そのチームが強くなる弱くなるっていうよりも、うん、俺個人を対象として考えた時に、はい、浜谷は本当に隅田とか佐藤とか、うんね、羽田とか他の選手チャンスいったりとか左ピッチャーも結構ね、うん、竹内もいる中でこのままいっても多分ほぼノーチャンスになるから、はい、せっかく今いいんだったら本人のためにもトレードに出してあげて、うん、で今、セーブが足りないところを取ってくるっていうところをするのは、はい、唯一、本当浜谷はしてあげても俺はいいんちゃうかって浜谷のために思っては言いたいけどね。はい、うん、です、ラウズファンの皆さんどうですか、はい、さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は阪神タイガース戦ということで、はい、今日現在、阪神首位カープと 2.5 ゲーム差、うん、交流戦ね、あんなに調子悪い、調子悪い言いながら首位と 2.5 ゲーム差だから、うん、全然ね、チャンスあるけども、まあトレードにね、動くのかなどうなのかなっていうね、まあ動きがいはあるけどね、チームとしてね、そうなった時にトレードに出してあげた方がいい選手、まずはこちらです。藤田健太、今年23歳、今年大卒1年目と一緒です。キャッチャー5年目、佐々木をしてます。あ、そうなんですか。はい、フレッシュオールスターで見てから、でももう使われへんねん、多すぎて、梅野、坂本いるし、ね、で中川とか坂枝もいるし、多分順番回ってこうへんで。そうですね、だからまだ一軍経験ないってことですよね。そうなったらもう坂枝も26歳でしょ、で今度中川が20歳でしょってなった時に多分回ってこうへんから、これはね、なんかチームを強くするとかどうかよりも、本人のために使わないんだったら、トレードに出してあげた方がいいっていうね、いいんじゃないのかなっていう、俺は個人的に。どんなところが良かったんですか、佐藤さん。良かったも良かったしね、去年はいい感じでバッティングも良かったけど、今年あんまり打ってないようだけども、まだ若いからね、チャンスあると思うから、そういった意味でも、使わないんだったらね、ワンチャン出してあげても俺はいいんちゃうかっていうね。はい、22歳。続いて、こちらです。高濱優斗。高濱選手ね、日本ハムから移籍してきましたけども、27歳、今年28歳、なんと2軍で3割6分4厘、めっちゃ打ってる、めっちゃ打ってんねん、本当だ。でも今年まだ1軍出場なし、外野手、秋なし、だってね、最近、前川とか使ってるしね、で今年のキャンプで一応したった野口とかもね、そうですね、結構下に控えてるっていうのありますね。もういるし、で近本でしょ、で森下いるんでしょ、ノイジーいて、ミエセスいてね、で去年も頑張った今年2年目のいつぼね、でまあ島田とかね、足っていうところも考えてるし、今年ちょっと小野寺があんまり打ってないよね。そうですね。っていうところもあるけども、まあ使わないんだったら、今もう今売り時じゃん。今だからまあいわばさ、ロッテにいた石川みたいなね、感じになってるからね。使わないんだったら、あと井上とかもねいるから、今使わないでいつ使うって感じやん。正直ここまで2軍で頑張ってたらよ、怪我してないよね、元気だもんね。そう考えたら今使わなきゃいつ使うんやっていうところもあるから、使わないんだったら俺はトレード1番手でもいいんちゃうかって思うね。来たばっかだけど使われてないですもんね。外野もファースト守れて、右でいいとこあるんだよ。いいとこあるよ。ある。もう見つけました。見つけた。お。13回目です。今言わないです。でももまあね、ここまで頑張ってんだと俺はまあいいんちゃうかっていうね。まあ野手はこんな感じかな、今はね。で続いてピッチャー、今年でこの名前が上がるのもこの企画では最後かもしれない。もうギリです、もうギリです、ギリ。はい、秋山拓実、確かに毎年言ってる気がする。33歳、もうギリです。そうですね、使わないんだったらワンチャンもう全力でいったら5回ぐらい試合つくんちゃう。そうですね、もう先発いないところで言い方めっちゃ悪いよ、使い捨てでもいいから、もう今なんとかしたい球団にはおすすめ。そうですね、5回全力すぐ行って出られる。あと多分出しやすいと思う、阪神も出しやすい。そう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 、だからひょっとしたら金銭とかでもあるかもしれないね。ああそうですね、環境変える、環境変えたら、そうだ、環境変えると花開くパターンあるから、今の能力より環境を変えることによって何かのプラスアルファ、もしくはコーチの出会い、細川とかもそうじゃんな。細川なんて自分に行っても DNA の時全然打てへんかったのに、いきなりね和田さんとの出会いでね来たから、今ダメだからって全否定する必要もないからね。持ってるものは持ってるわけですよね。そう、環境を変えていければ何かのきっかけで食っていく可能性あるから、これすごいラストチャンス、ラストチャンス、今今今。よくリリーフデーとかするパ・リーグの球団とか。おいいいいいいねいいね、いいね、分かりやすいこと13回目じゃなくて言っちゃって、いいとこある、あるでしょ、さらにある、13回ね、あるね、あるね、欲しいところはあると思います。そう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 、いい感じでね。続いてこちらです、梶谷蓮。でも梶谷投手って普通にまだ戦力じゃないですか。まあ昨年ね51試合投げて、で今年は今まで8試合、で5月3日ゴールデンウィークに投げてから1軍からはもうだから約1か月2か月ぐらい遠ざかってますけども、まあそれなぜかっていうと、今年現役ドラフトで現れた漆原選手が結構1軍でいい感じで投げてるっていうところもあるし、まあもちろんね、引き続き石井投手とかね、いい感じで抑えてるっていうところもあるから、なかなかもう順番がね次の順番にはいるんだけどね、でも何かを手こ入れしていい選手取りたいってなってくると、いい選手出さなきゃいけないから、しかも使わないんだったらバリバリリリーフ薄いところなんて今すぐいけるからね、1軍でもう行ってすぐ出ますね、すぐもう即7回とかいくかも分かんない、法的に入っちゃうみたいな薄いところで言うとね、だから使わないんだったら出した方がいいかなっていうのと、あとはいいの取りたいんだったらやっぱここぐらいを出していかないとっていうのもあるから、そういった意味ではこれはかなり適任の選手なんちゃうかっていうね。そうですね。続いてこちらです。岩田正樹。岩田投手って出てないですよね。今年はまだ1軍で登板してないんですよ。でも2軍では26試合リリーフで登板して、0.81、ほぼ打たれてません。岩田投手ってまだ1軍デビューしてなくないですか？してない。で昨年2軍でチームトップの44試合登板、1軍デビュー今待ってますけども、待ってるけども今呼ばないでいつ呼ぶんやって話になるやん。でなった時にね、やっぱ左で言えばね、桐敷、そして島本がいるのよ。富田もね1軍で左ね、及川もいるじゃん、で岩崎がいるでしょ左ね、で岩貞でしょ。チャンス回ってきてない。今こんな結果出してて、だから若干このサイドスロー気味なのが好きじゃない可能性もあるよね、小川さんがね、方針としてね。でだから順番待ちがちょっと遅くなってるっていう可能性もあるけども、やっぱこんだけ抑えてて、そうですね、しかも26歳、もう超売り時、使わないんだったらね、俺逆に言うと使った方がいいと思うんだけども、いつも言ってるけどいい選手を上げるのを先考えるんじゃなくて誰を落とすか考えなきゃいけないから、でその時にじゃあ桐敷とか島本とか岩崎も左3人いるわけじゃん、一軍に誰を落とすってやったら誰も落とせないじゃん、上がれないんだよ、どう頑張っても。でその後にね、今年で言うと及川とかね、あの富田とかさらに若い投手もねいるってなるとがなってきて、で選抜とかにはね伊藤とかもいるし、ね、大竹とかもいるし、確かにないノーチャンスなのよ、どんなに頑張っても。岩田投手より若い人たちが出てるわけですもんね、富田投手とかで岩貞もねいるから、でもノーチャンスなのよ左が。ってなったらもう確かにデビューも前に、デビュー前に、でもいいからね、いいから育成から上げたっていうのはあるけども、それを一軍で使わないんだったらもう今出してあげた方がね本人のためになるじゃん。そうですね。もう左のリリーフでいないところすぐ使います。2軍で 0.86 は活躍するから1軍で。でもただ阪神ではやっぱそれ相応にいる人がいるから枠がないからいけないだけで、もう今1軍で左のリリーフに困ってるチーム即使います。確かにそう言われると今出どころがないですからね。そうそう、だから阪神が本気で株主総会でも言われたらしいけども、補強をしたいんだったら今挙げたような選手たちが対象になってきたらいい選手も狙っていけるんちゃうかっていうねところはあるよね。まあここちゃう？そうですね。チャンスはね。うん。すごい欲しい球団ありそうですね。あると思うよ。あると思います。はい。さあということでね、はい、タイガースはこんな辺かな、タイガースファンの皆さん、どうですか、はい、さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は千葉ロッテマリーンズ編、はい、っていうところでね、まあ今はまあ9ゲーム差の2位だから、9ゲーム差のね、9ゲーム離れてます、まあまだワンチャンある、はい、あのホークスが去年みたいに12連敗したら、はい、そうですね、で、その代わり、ロッテもう連勝しないといけないですよね、そう、まあその中でもうね、ロッテはいるよ。いっぱいいます。トレードに出してあげた方がいいですし、でもうちのがもう俺が何言うか分かってるらしい。そうなんかね、さっきもう分かりますよ、何年もこうやってやってたら誰が言ってくるか。ちょっとこれで書いてほしいよね。あ、じゃあちょっと予言ダムス書いて、ダムス。じゃあそもそもこの動画の最後にじゃあ先生が書いたのはこの人でしたっていうちょっと確認してほしい。いやでも俺が言ったやつが入ってたらあ書いてましたでいいや。でなりますよね。だからで動画今見ないで動画の終わりの方で。だこれ見ない。一人だけな。いつもだって3、4人言うやんな、いつもは。ドロキューだもん。いいじゃん、わかりました、書きますよ。じゃあ、3人、ドラフト1位から上から書いておいて、自信ある順番に。じゃあ、もう書き終わったってことね。さあ、じゃあ、いくよ。はい。千葉ロッテマリーンズ、トレードに出してあげた方がいい選手。井上誠也。ああ、確かに。まあ、でも今年35歳やね。上ですよね。上だから、速攻性あって。はい。代打とかね、ファーストとかで、まあこの今年 A クラスになる、ね、もしくは優勝に向けてワンチャン補強したいっていうんだったら、もう育てるとかじゃないから、ラストチャンスあるんちゃうかっていうね。ちょうど代打要員があんまりこう立ち力ある人いないよとか、もう一軍ではほぼね使う道ないから、今年出てないですからね、出てない、公式戦出てない。でファーストもね、あの安田が守ったりとか、外が行ったりとかしているからね、もうこのまま、もう言い方きついよ、このままロッテに行ったら、もう引退するの待つだけ、一歩間違ったら現役ドラフトに入る可能性もある、もしくは一歩間違ったら戦力外の可能性もある、でもまだ使えると、正直ね。で、続いて、こちらです。広沢大河。おー、いきますか。もうラストチャンス。ラストチャンス。もう多分このままロッテにいてもやっぱ厳しいと思う。でもやっぱなんかロッテはこう今までドラフト1位じゃないですか。いやいや、もうそんなこと言ってる場合ちゃうで。そうなんですよ。でもなんかこう出したくないのかなって思ってたんです。なんか出してもいい時ってもっとあったじゃないですか。あったよ。でももうじゃトムスギショートになりました。で小川もいい形で出てる、で藤岡もいる、でバックアップに茶谷いるってなった時にもう使うとこないやん。いやそうですね。で外野も含めてもうほぼほぼもう二の上と同じ条件、もうほぼ使うとこないってなったらもう移籍して違う球団に求めるしかないやん、その活躍の場をね。そういった意味では本人のためにももう出してあげないと厳しいと思うよね。本当に出してあげてほしいと思っちゃう、そう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 、そしたら何かがね変わる可能性もあるからね。言ってまだ26ですから、そう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 、そういった意味でもこのまま飼い殺しはきついと思う、本人にとってもちょっとかわいそうな感じねしますしね。続いてピッチャー、はい、こちらです。二木康太、今年29歳、二木投手、1軍で1試合も投げてます。2軍で今2勝2敗、9試合登板7先発、ないやろ1軍で。いや、なんかこの 2,3 年前のはなんか、あ、もうやっぱ次のエースだなみたいな時あったじゃないですか。勝手に騒いでるだけ、ファンが俺は1ミリも思ったことない正直。いや、なんかね、お、なんか勝てるピッチャー出てきたみたいな時があったからこそ、なんかもっと踊って頑張ってほしかった。なかった。なかったですか？だって10勝1回もしてないんだよ。してないんですよ。9勝3敗があった。やっぱり10と9どれぐらい違いだから。うん、そう、2桁とね、1桁じゃ。そういった意味でもやっぱ過大評価しすぎなのよ。そう、なんかそう、すごいできると思ったんですよね。そうそうそう。だからもっと厳しく当たらなきゃいけない。大したことないよ、もっとやらなきゃぐらいの。だからそういう意味でも。環境を変えて、はい、ね、厳しさの中行って、ワンチャン頑張っていこうっていうね。28歳、で続いてこちらです。東條大樹、東條投手、ちょっと今年2軍では結構打たれてて、っていうのもあるけども、まあ今年33歳、サイドスローでリリーフ、まあ多分今のまま1軍にいても多分使われんと思うね、正直。だって育成から上がってきた仁王とか、吉田亮とか使ってるから、あとは澤田とかもね、西村とか、今年パッとしないけどっていうところもいるわけやろ。もう使われへんやん。そうですねってなったら、もう年齢的に考えてもワンチャントレードも俺はいいんちゃうかっていうねところで。そしてお、まだいる、いるよ、バンバン出していくから血の入れ替えをしていくと、血の入れ替え大事。あ、この人かな、八木明、八木投手か。はい、2軍では 2.35 ね、13試合登板してリリーフでいい感じになってきてるけども、1軍には4月19日日本ハム戦投げて以来上がってきてないんでね。しかもさっき言ったようにちょっとリリーフ混雑してるやん、結構。何気に混雑してんだよ。でも上がってけえへんやんってなったら、まあそのトレードに出すってことはいい選手をもらわなきゃいけないから、こっちからもそろそろの人出さなきゃいけないからっていうところで、まあ使わないんだったら八木もリリーフに困ってて右でっていうところになるといい形あると思う。はい、4月以来投げてないのかね。はい、もう一人いいね。はい、いっぱいいますね。ロッテ小野文也、小野投手ね、今年28歳。まあまあね、結構ここまでロッテに来てから40試合、49試合、44試合、いや、かなり活躍しましたよ。でも去年10試合で、今年は今2軍では投げてるんだけども1軍では1試合も投げてないっていうところと、今のメンツで1軍のリリーフ結構枠が決まってるところもあるじゃんね。だから今だったらリリーフが、これが日曜日の登録メンバーだけど、浅村東、坂本、鈴木翔太、増田、横浜、二保、国吉っていうところになってくるじゃん。はい、抹消は誰もされてないからね、ロッテはね。17日の高野が抹消されてるだけだから、月曜日にね、他は抹消されてないっていうところを考えると、なかなか入ってこれてないわけでしょ。はい、これも使わないんだったらね、いいのを取れんじゃない、素材的にはね、まっすぐも速いしね、力もあるから、これがね。佐々木が選んだロッテのトレードに出してあげた方がいい選手5人ぐらい出した。結構言いましたね。それは当たってるやろ、こんだけ出したら。まあ2人は当たってるんじゃないですかね。いやでもね、1番に変えたのが一番自信があったですね。ずっと最初から言って、せーの、じゃんじゃん、先生の二木、東條、池田。ああ、もうでも1人2人当たってるじゃないですか。池田ライトは出さへんね。出さないですか。だって右でも、いや、僕本当好きな選手なんですよ。右でも来てるし、だったら愛斗君と競争なるしなとか、代打とかだったらね、スタメンになっても、もうちょっと頑張ってらいけるんちゃうかって期待してるんですよ。無理かなって佐々木さんに聞いたかったんですよね。いや、池田ライトを出すんだったらアイトとかの方が出すと、まあ来たばっかだけどまた出すだったらね、だから俺は出さないっていう。だってアイドとか石川とかキャラかぶりだからね、右手っていう、どっちかっていうと守備位置もメンバー含めるとね、あと2軍では山本もね、ダイナマイトもいるしね、池田はないね、池田はないですか、まだね、まあでも2人当てましたね、すごいじゃん、やるやん、あんなもんでしょ。まあでもここは使わないんだったら本人のためにもね、俺は出してあげてもいいんちゃうかっていうのもあるしね。そこら辺はまだまだいけると思うんで。そうですね。あとこれ私の聞き間違いが分かんないんですけど、佐々さんさっきからずっと沢村投手のことで浅村浅村って言ってた。言ってませんでした。私浅村っていう投手いたんですけどと思って。言ってなかった？浅村東、坂本鈴木翔太、増田横山二保国吉っていうところになってくるじゃん。はい。人間って怖いね。はい。言ってるつもりがね、脳では沢村って思ってるんだけど。言ってるんです。ね、浅村って言ってるんですね。これ難しいところだね。まあということでね、ロッテはトレードに出した方がいい選手、この選手でしたけども、マリーンズファンの皆さんどうですか。さあトレードに出してあげた方がいい選手、今日はヤクルトスワローズ編です。まあね、交流戦で最下位脱出して5位タイ、まあ1位とね 6.5 ゲーム差、まだワンチャンある。ね、株主総会でも叩かれて、おーいちって。もっとヤクルト1000飲ませろっつってまあ言ってたかどうかは分かりませんけど、飲んでると思いますよ。ジョアにしろっつって、ジョア美味しいですけどね。いや言ってたかどうか分かんないですけど、ジョア派？ジョア大好き。俺どっちかというとカルピス派。あー、カルピスもやっぱちっちゃい頃大好きでした。ジョアは大人になっても結構飲みます。そうなの。瓶のカルピスね。瓶？瓶のあるんですか？え？瓶派じゃないの？もうあれですよ、だってペットボトルとかなかったから。ペットボトルじゃなくて、なんか紙パックみたいなやつ、原液で渡った気がする。あ、最先端の方？あれ最先端なんですかね。なんか牛乳パックじゃないけど瓶だから。瓶なんですか。そもそもだってペットボトルもない時代だから、そもそも缶か瓶しかないから。ああ、紙パックでした、私の。先生も紙パック。そうですね、最先端だね。今どうなってるのかわかんないけど、今紙パック。紙パックですか、最先端。あんな最先端だ。さあということで、ヤクルトトレードに出してあげた方がいいです。野手、まずこちらです。山崎幸太郎。おお、そこ行きます。はい。もう使われへんねん、ないですもんね。そのまあ便利としてはめちゃくちゃありがたい選手ではあるけども、今年のヤクルトの外野見てると、塩見が怪我していなくなったんだけど、西川が補強して、西川がまあまあ頑張ってるっていうところと、同じタイプでいうと西川と丸山ねの頑張りもあるし、で青木がベテランで控えてて、並木が足があるっていうところと、サンタナがいて、で沢井が若手でいうと復帰してきて怪我からなかなかもうちょっとないのよ、枠が。そうですね。でも使えると思うね、外野いないところ、出してて安心。正直いきなりね、首位打者取れてから無理かもわかんないけど、出してて安心選手だから、安定感ありますよね。そう常に。で俺は何気に使わないんだったらトレードに出しても俺はいいんちゃうかっていうね。まだまだ生きる道はいっぱいあるんちゃうかっていう。そうですね。そのとスタメンになりきれないんですよね。であと内野手、宮本武志、安藤、太田健吾、この2人です。もうちょっと武岡が出てきて、今まではその山田が怪我していなかった時は宮本がセカンドで埋めたりっていう、めちゃくちゃねいい成績残して存在感でかかったけども、最近ちょっと武岡が出てきちゃったんで、ちょっと同じ右投げ左打ちでキャラかぶりすぎてて、ちょっとノーチャンスやね。そうですね。であと同じタイプ3人もいらへんから、正直でまだ26、7歳ぐらいだし、ここはまあね、山下もうちょっと上じゃないかな。あ、29か、29ですね。だまあ最後ワンチャンね、チャンスを上げてもこのままいてもちょっとなかなかチャンスなさそうだしね。だからやっぱりちょっとキャラかぶり出てきちゃったんでね、山崎幸太郎とかもそうだけども、そこら辺は完全に淘汰される前に出してあげてチャンスをつかませるっていうところも俺は考えとしては悪くない。ピッチャーね、ピッチャーはね、もう怒られるかもしれないけど、怒られるかもしれないところ行こう。怒られるかもしれない。金久保優斗。いやー、それは怒りそうだな。だってこれからなんかね、もっともっと出てきそうな感じがあるし、でも使わへんねんで。まあね、今年投げてないんですもんね。使わないんだったら、まあ今年小沢とかも良かったしね。使わないんだったら、だから俺は、まあ確かに、だから俺いい選手だから言ってるわけ。使わないんだったら出してあげた方がいいんちゃうかっていう。使うんだったらいた方がいいけど、使わないんだったら本人のためにも出していい選手を取ってくるっていうところの選択肢もあってもいいし、先発困ってるところはあるだろうし、まあね、ヤクルトも先発困ってると思うけども、使わないんだったらっていうね。そうですね、確かにな、先発で出てきてほしいんだけどな。まあ今年はね、まあ吉村がしっかり一本立ちしてきてる、エスパーとかサイスニードで、ヤフーレの外国人選手もね、いい形になってきてね、サイスニード、ヤフーレが2枚埋まってる。今高橋奎二投手がね、で奥側からまたねチャンス得てきたら、またそこ枠なくなるって言ったら、松本君ね、松本ね、だからまあ正直、まあいいんちゃう、名前上がってもおかしくないなっていうね。まあそっか。そして、続いて、はい、こちらです。山下光、アンド原樹里、はい、こちらのドラフト1位コンビです。はい、そうですね。うん、だとヤクルトスワローズドラフト1位投手なかなか活躍しない。なぜっていう。活躍そんなしてないですか？最近で言うと、吉村投手、吉村、山下、原、はい、奥川、うん、でまあ西舘、あと今いる選手だと誰がいいんだろうな。木澤、ね、そうですね。あ、清水、寺島、竹下、杉浦、うん、あと石堂ね。うん、石堂。俺と同期ね、98年。ここら辺が本当活躍してたらもっと熱くなってきてるからね。まあでもそう考えたらね、石川、木澤、吉村とか頑張ってんだね。うん、そうですね。あと小川か。はい。小川2位か。小川2位。石山さんの2位。あ、本当だ。石山投手、小川投手だ。ここら辺も本当は頑張らなきゃいけないけどね。これはもう知った激励のね、名前挙げるっていう。はい。っていうところもあるけど、だからまあ実際のところで言うと、金久保チャンスないんだったら俺はいいかなと思うんだよね。使わないんだったらね。このまま使わないんだったら。正直ね。はい。だって一時坂口先発してたからね。DNA からトレードでやってきた。ね。あとはまあこの今野もリリーフもちょっと決まってきてるからね。形がね。だから今野もそこも使わないんだったら。まあワンチャントレード名前上がってもいいんちゃうかって俺は思うけどね。大西とかね、右では頑張ってるからね。あと星とかもね、今年は頑張ってるし、清水もいるってなるとちょっと今度もねチャンスないから、まあ今度金久保あたりね使わないんだったら出しても面白いよね。で野手はだからもう山崎、金久保、山崎幸太郎がもう1番手やな。金久保投手1番手になってきますか。使わないんだったら。なんでやっていう人いるかもわかんないけど、使わないじゃないですかっていう、逆に聞きたいよね。なんでやっていう人に俺はなんでやって言いたいよね。なんでやって使わないんですよねって言って、なんか多分ファンの気持ちになると金久保投手とかはいやもうちょっと待ったらいずれチームの先発のローテーションをもう守ってくれるっていう、なんか信じちゃう心があるんですよね、やっぱ。そうやってね、タンスの肥やしが増えていって着ないのにどうするみたいになってくるから売れる間にリサイクル出した方がいいやん。高く売れて、高く売れますからね。その方がもう使い古しだって売れない。いつか着るかもって着ないからね。いつか着るかもと思って着ないんですよね。ほぼ着ないから。それだったらもう売れるうちに出して新しいものを買ったりとか、それに準ずるものを取った方がお互いいいじゃんね。まあね。だから逆に言うとこの俺の動画はそれはないよって言われると正解だね。それはないよって言われてる選手の方が価値観あるってことだ。あ、まあそういうことですね。まあ価値があるから。価値があるからだから当たりだよね。俺はね。そういうことですね。だって使わないんですもんっていうね。そうですね。だって俺も使ってる選手言わないからね。そうですね。使ってる選手をトレードに出せとか言わないじゃん。だから使ってないから言ってるっていうねところもあるっていうことをお忘れなく。そうですね。期待されてるからってことですね。そうそうそう。あとこんなことかな。まあというところで厳しい意見あるかもわかんないけど、スワローズファンの皆さんどうですか。さあ今日は東北楽天ゴールデンイーグルス戦というところで、交流戦優勝しまして、イエーイ。でここが難しいところで、うん、はい、素晴らしかったのよ、うん、なのに、首位ソフトバンクとのゲーム差が1しか縮まってる。楽天だけでいうとソフトバンクも優勝、ね、するかもしれないぐらい強いが2位だったから、うんうん、でソフトバンクが2位に 7.5 ゲーム差だったのが、はい、9ゲーム差と広がってるんだよ。そうですね、逆に、うん、で楽天も、はい、8ゲーム差ぐらいだったのかな、7ゲーム差かね、はい、3位まで、うん、でそれが一気に2ゲーム差まで縮まったっていうところで今、はい、A クラスは狙えるようになったわけですよ。そう、そこがね、はい、だからパ・リーグでいうと1位と最下位がぐっと広がって、うん、2位から5位までが縮まったっていうね、はい、だから面白くはなりましたよね、パ・リーグそう、その中で、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、こちらです、はい、ピッチャー、うん、瀧中。そうですね、ここね、数年なかなか出てこないんですよね。1回10勝してね、2022年か、21年か、その前、3年前になっちゃうか。ってなって、でまあ今年でいうと、先発投手陣も、今でいうと、ポンセ、岸、で、小蛇が投げて。で早川、庄司がねちょっと行ったり来たりだけどね、藤井投手がいい感じしてきてねっていうところで、なかなかチャンスが少なくなってるっていうところと、まあもう今年30歳、今だったらワンチャン出してもいい選手取れんちゃう。先発足りないっていうところがあったら全然活躍はできると思います。あとはねこちらです、ピッチャー、はい、唐島航。今年34歳、はい、今年まだ出てきてないですよね。そうでも2軍では8試合7先発で 1.18 防御率。いやもう今ねポジション的にあれなんですよ、困った時のこう秋頃とか、先発いないってなった時の唐島投手が先発でいい活躍するみたいなのがね、そんなのは唐島求めてないよ。まあね、本当はね常に投げたいからね。だからこれ俺本人のためを思って使わないんだったら左でもね、さっきも言ったけども小蛇も左で早川いてね、で藤井がいてってなってくると、で今年湯気がリリーフで感じよくなってきてて、もうチャンスないのよ。なかなか左が結構多くなってきましたもんね。左3枚ので岸、ポンセね、でまあ庄司でマー君がいつ復帰するのかっていうねところはあるけども。で松井ね、投げたりとか、あと藤平ねっていうところもいるし、あと内ね、内投手ね、右で結構若手がちょっと出てきてる。だから瀧中も唐島もちょっと苦しいんだよ、立場上。それだったら今まだ頑張れてんだから、このまま2軍で買い殺しで秋口にとかって言ってても本人のためにならないから、チームとしては欲しいかもわかんないけどね。でも選手たちを尊重するだけでいけば、瀧中から島はトレードに出してあげた方が俺はいいんちゃうかっていうね。まあそうですね、唐島投手もこんだけ抑えてたらもっと最初から本当はねローテーション入りたいでしょうしね。でもノーチャンスだからね、頑張っても枠がないからね。そういった意味では本人のためにもねっていうのもね、パ・リーグに出すのが嫌だったらセ・リーグとかね、いい球団あるからね。今すぐ欲しくて左先発ローテーション、おいいね、おありました、あるね、ありました。確かにファンとしてもチームにいてほしい気持ちもあるけど、他球団でもっと投げてくれるんだったらそれはそれでやっぱ応援したいですからね。そうだよ、だからこれ何回も言ってるけど、そのチームにいるからそのチームのファンで、その選手のファンで、そのチームじゃなかったらファンじゃないんだったらもうその選手のファンではないからね。そうですね、その選手がファンなんだったら、だからもう大谷翔平のファンですと、エンゼルスでもドジャースでもブルージェイズでもヤンキースでもどこに行っても大谷がいるだけでいいですだったらね、が真の個人のファンだから、そういった意味でも瀧中、唐島は俺はトレードでもいいんちゃうかってね思うけどね。唐島投手ね、同い年なんで、すごい頑張ってほしいんです。まだまだ現役だっていうところ見せてほしいんですよ。でも2軍では防御率 1.18 だからね、これもう十分ね。佐々木チャンネル指数でいうと防御率1点台は1軍でも頑張れる力があるっていうところもあるんでね。野手、誰だろう、トレードに出した方がいい選手、楽天野手、いません。いないっていうのありなんですか。いや考えた、めっちゃ考えたけど、いないんだよね。いやどこもだってまあね、田中和樹とかは1軍では今いい戦力になってるから、これはもう守備とかでは必要だから出せないでしょ。あと若い選手が多いのよ、2軍でいるのはね。だからね、あと山崎剛さんは今何してるんだろうっていうところは気になるところではあるけども、ちょっとね2軍でも出てないので、ね、うん、そこはちょっと心配だけどね。でも内野手でも小深田、浅村、阿部、茂木、鈴木大地、フランコ、で平がいて、で若く黒川とかで伊藤裕樹や山田遥、渡辺出てるじゃんね、まあ、外野も含めてね、はい、でワーターズは18歳だし、そうだね、入ったばっかですからね、で入江はまだこっから出てくるショートですからね、まだでしょ、で村林でしょ、で青の18歳取ったばっかりでしょ、で辰巳も23歳、これ育成から支配下になったばっかりでしょ、なったばっかいないのよ。チャンスもないけどな、他行った方がいいんちゃうか選手がいないのよ。で外野も辰巳でしょ、で吉野も20歳でこれからでしょ、ドラ1ですから、田中和樹出てる、で岡地はもう34歳でしょ、結構でも戦力でいつもね一軍で活躍してるなるから、で中島ね1年目だからね、来たばっかりでしょ、で前田銀次20歳だからまだまだこれからでしょ、で武藤も23歳、ね、まあここはまあ本人の能力次第チャンスあるからね。そうもうね2年くらい前に1回ブレイク仕掛けたけどね、高卒1、2年目ぐらいで今年ね1軍ではチャンスないけども、でも2軍でも2割打ってないからね、そこら辺はまだまだ他のチームに行くっていうよりも楽天でもっとやんなさいっていうね、もっと個人を磨きなさいっていうことですね。で小郷でしょ、いないんだよね野手は。本当だ、なんかそう思うと、いやなんかくすぶってんなみたいな、こうなんかいやノーチャンスだねと、こんなに頑張ってんのにノーチャンスなんだったら使わないんだったら出してあげた方がいいじゃんが、確かに去年だったら茂木選手って言ってたんですよ。もう3割打ってるのに全然その出番がないって言ってたから、1軍だらね今代打の鬼って言われてるからね。はい、そうなんです。やっぱ今やって監督に代わってやっぱ連れてきてっていうね、あげてってのあるので。キャッチャーの安田選手なんかは2軍で打ってるけどまだこう1軍来てないのでどうしてるんだろうっていうのはなるんですけど、でもそれは兼ね合いだからキャッチャーね、1、2、3、4、キャッチャーちょっと特殊だからね、正直ね堀内選手が1軍登録されたんですよ、安田選手しかも5人しかいないからね、キャッチャーそもそも少ないからね、確かにで育成で2人いるねっていうところで、まあなんとか数は持ってるっていうところだから、っていう感じじゃないですからね、野手はねいないね、確かにいない。だから強いて言ったら、外国人の補強しましょうかっていう、まあちょっとフランコがちょっといい感じになってきたんですよ、そうそう、ホームラン打ったりね、ホームラン打ったりとか結構ヒットも出てていい感じなんですよ。強いて言ったらそれじゃない、だってピッチャーもターリーとポンセしかいないから若干ポンセも怪しいからね、そうですね、いい時と悪い時とね、だから投打含めてトレードっていうよりもいい選手がいるんだったら外国人の投手と野手を1人ずつぐらい取ってきてもいいかなっていうところはあるけども、だからまあ野手はいないね、だから瀧中と唐島ぐらいだね、まあそうですね、使わなくてまだワンチャンいけそうなんだったらトレードに出してあげた方がいいんじゃないのかなっていう、で終盤に向けて楽天が強化していくんであれば、トレードはその2人で、あとはやっぱ外国人補強を投打1人ずつぐらいはしてもまあいいんちゃうかなっていうところはあるけどもね、そうですね、無理やり名前挙げることもないからね、はい、私なんか今無理やりそのここが足りないとかもなんかそこまで。じゃあ出してまで欲しいとこどこだろうみたいなのも、まあこれでも13回目にやるのか、そうだよ、あるから欲しいところはあるか、そら補強ポイントね、それはもうあるからということでね、楽天はこんな感じでしたけども、楽天のファンの皆さんはねどうですか。さあトレードに出してあげた方がいい選手、今日は巨人です。ね、優勝に向けてね、まあまだまだチャンスあるね、セ・リーグはねゲーム差も低いしね、ヘルナンデスの補強がでかかったね、あれね当たりましたね、めちゃくちゃ打ってるしね、お堂はショックから抜け出してね、でも今ちょっと岡本ショックあるからね、ホームランは打ってたけどね、ちょっと確率がねもうちょっと上がってくればもっとジャイアンツも強くなるなっていうところで、ジャイアンツにトレードに出してあげた方がいい選手、まずはこちらです、オコエ瑠唯。オコエ選手いきますか。いやこうジャイアンツに来て価値相当上がってると思うね、上がったと思いますよやっぱり、楽天でいた時より、でも使わへんやん、そんなね内野出るとこヘルナンデスも来ちゃったからね。そうですね。で、まあ丸が頑張ってる。で、あと一つのところにまあいろんな選手が出ながらっていうね、まあ秋広が出たりとか、まあ萩尾ね。だからちょっと萩尾にちょっと負けちゃってる感あるよね。お声もね。戦いにね。スーパーサブ的には重信とかね。走れるからね。だから長野もいるわけでしょ。ってなってきたときに、やっぱ入る気でもないしね。ちょっと順番点が下がるからね。そう考えると。今26歳、今年27歳、これ今ねちょっと価値が上がったところで売るっていうね、企業買収のね鉄則だよね。買収して価値上げてもう一回売るっていう、そういった意味では俺はお声いいんちゃうかっていう。ワンチャンだね。走れるし、足速いよ、もういいし、身体能力の高さすごいですね。すごいですからね。じゃああそこか、あそこやな、あそこ、あそこしかないな。再生工場あるな。再生工場か。あ、再生工場あるな。なんか合う気がしますよね。合うよな。まあ13回目ね。ではね、今日発表しない。ね。で続いてこちらです。松原聖也。今年オープン戦めっちゃ頑張ったからな。ちょっとビッグチャンスだったけど、ちょっとね、一軍最初の頃は結構チャンスもらってきたけどね。4月13日が最後で今2軍で、はい、まあちょっとこれノーチャンスやろもう。そうですね。立岡がね、さっき言ったように頑張ってるっていうね、ところもあるしね。去年も松原選手言ったような気がしますね。そうそう、だってめっちゃ頑張ってたよ。で今年監督が変わって新之助になって、はい、でキャンプでも結果出して、オープン戦も結果出して、チャンスもらったけどつかめんかって、はい、これはまあ本人の問題だけどね、これはね、はい、チームが悪いっていうよりやっぱ新之助はチャンス与えてるからね。そこで勝てなかったっていうところをね、考えると本人の責任だけども、もうこうなったらもうここのままいても仕方ないから環境変えよう、心機一転、心機一転変えてチャンスをものにしようっていうところではまあいいんちゃうかっていうね。でね、ないもう絶対ないけどお一人いいんだよ、野手中山ライト。中山選手ね、いや絶対ないよ。2軍で3割3分9厘言ってる、ホームラン2本、これを紹介したかっただけ。めっちゃ打ってんで、2軍で3割3分9厘、ホームラン2本、しかも35試合出てるからね、これ5試合ぐらいだった話は変わるんだけど、35試合も出てて、OPS876 だよ、得点圏打率4割9厘やろ、めっちゃ活躍してるやん。じゃあ22歳なんで、じゃあこっから、ワンチャン。まあ今、伊豆口ね、門脇いるけど、ワンチャン使ってやっても面白いよな、1回、ここまで頑張ってるから、これで一気にそれこそ立岡じゃないけども、ぐっといく可能性もあるし、ちょっと1回使ってやってほしいよな、この動画が出る前にもう使ってやってる可能性あるけどね、使ってやってるけど、だめでしたみたいな、なってる可能性もあるし、使ってたら一気にいきましたっていうね、ところもあるから、まあまだ若いから、出してあげた方がいいんじゃないのかとは思わないけど。こんだけ成績いいから使ってあげてほしいっていうねところはあるよね、正直ね。それでも使わないんだったらもうトレードに立ち上げた方がいいんちゃうかって後々になるよね。続いてピッチャーこちらです。今村信孝、30歳、早生まれ、今年31歳、13年目、2軍では防御率 1.11、 抑えてますね。21試合投げてね。でも1軍はさ、高梨多いんだよ、左そこがね今も硬いですからね。まあいると思うよ、チームとしてね。でもやっぱり本人は常時一軍にいて活躍したいじゃん。そうなった時にノーチャンスなんだって、中川がさ不調で落ちても今村じゃなかった。そうですね、そっか。そうなってきたらこのままだって中川が復調してきたら中川が上がるわけでしょ。より今村の席ないじゃん。順番がちょっともう番手下になってきてるってことですね。それだったらワンチャンね、今リリーフで、しかも替えまたぎとかもできるからね、長いリリーフもロングリリーフもできる左って考えると結構需要あると思うから、使わないんだったら俺は出してあげてもいいんちゃうかってことですね。で続いて高橋優輝。ああ、高橋優輝投手今どうしてるの？怪我してんじゃん。また怪我したんですか？いや1試合しか投げてへんで、2軍で3軍いってんのかな。ファームで1試合、まあ3月26日には3軍降格って言われてるんですけど、ああじゃあ3軍で投げてんのかなってことか。だからファームの試合も出てないってことだから、新規一点、ここは環境チェンジ、環境チェンジ、もう輝きを取り戻すためにワンチャンあ、高橋優貴投手、昨日ニュース出てますよ。これはこういう世代ですね。4回に失点。4回に失点って。はい。セガサミン戦って。じゃあ元気なの、元気なのね。怪我してるわけではないですね。もう限界なのかどうなのかっていうね、ところだね。環境を一回変えてみたらどうだっていう、どうだっていう、そう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 、もう一歩間違ったら現役ドラフトに乗るかもしれないっていうね、ところもあるけどもね。あとはちょっとウルトラ C なんだけどもね、ありなのかなっていうところもあるんだけども、俺はワンチャンいいんちゃうかっていうのがあるね。ババコウスキ。来たばっか。だから言って。だからありかどうかが分からない。現役ドラフトで取って、でもね、今年二軍では 2.84、19試合投げて抑えてるわけよ。そこそこね。一軍でもちょっと投げて。一軍はね、5月22日に1試合だけ投げてる。抑えてますよね。だけなのよ。だからまあチーム事情もあるじゃんね。で今一軍のリリーフでいうと、まあ西舘ね、赤星、まあここ先発いくかもわかんないけど、でケラー、でバルドナード、高梨、船場様、泉、大江、もうそれだけで8人いるから。なんか去年巨人のリリーフが課題だって言って馬場投手入って聞いて、あ、これはいいねって言ってたけど出所ないんですね。西舘君が全部。だから西舘がカバーして、あとケラーが入ってきて、でバルドナードの一本立ちっていうね。そこでやばいました。わかんないな、どうその年変わるか。で船場様が2年目でね、より右のサイドで安定して使いやすい。あと泉がね、トレードで来たっていう新しい戦力がね。結構変わってきてね、そこに今ね勝ててないですね。ってなったら馬場もやっぱいいからね。ワンチャン大丈夫か。ここに大丈夫なのかなっていうところあるけども、阪神でも良かったわけですからね。でも出番がないから来たわけでね。でもウルシャラ来た、ウルシャラめっちゃ頑張ってるし、そうですね。そういった意味では馬場もね、使わないんだったらね、もういけそうだからね。トレードっていうのもワンチャンいいんちゃうかっていうところは。そうです、そうです。でもいるよ、あのチームもリリーフは。そうですよ。でもあそこと一番取引が多いんですよ。そうだね。でも違う取引先もあるからまだ。じゃあハマりそうなチームがあるってことですね。あるあるある。宮城県出身はね。そうですよ。全然ある。俺はそっち方面行かへんけど。そっち方面行かず。あるからいいところが。それは13回目だ。13回目に発表してくれるんですね。でも今村馬場はいい選手取れると思うけどね。そうですね。正直ね。全然今すぐでも使えると思うからね。それチーム的に使えないだけでね。はい、枠がないってことですね。しかも大勢が復活したら大勢そこに入ってくるからよりリーフ枠ないからね。大勢投げ始めてるからね。練習試合。そしたらやっぱ違うチーム必要なところに行った方がいい気がしますね。そうそうそう。だからまあいると思って取ったけど、まあうまくで埋まったからじゃあパワーのためにもね。はい。16問キックを炸裂するためにもね。16問キック？え、知らん感じ？16問キック。ああ、これは分かんない。ババチョップ知らんの。ババチョップは知ってる。これだ。はい。16問キック。知らない。動画見ときましょうか。そうだね。16問キック。まあということでね。じゃあ皆さんどうですか。さあトレードに出してあげた方がいい選手、日本ハムファイターズ編ということで、ファイターズもね、A クラス入りに向けては大事になってきて、結構積極的にトレード動くからね。そういった意味でも、まあ、何気にね、交流戦も見せ場いっぱいあったしね、でも借金っていう、びっくり、それに、水谷選手、すごかったですからね、結構目立ってたけど、負け越してんだっていうね、あ、そう、結局負け越したのか、そうだよ、借金2ぐらいだよ、結局ね、貯金2ぐらいの勢いあったけどね、イメージ的にはね、戦い方としてはね、そうそう、あとメディアの取り上げ方とね、含めたら。大谷はホームラン打ちましたけどドジャースは負けましたみたいな感じだよね。水谷選手大活躍ってそうそうそうっていうところでね、日本ハムまずはこちらの選手トレードに出してあげた方がいい選手、清水勇志。いやもういいでしょ、出してあげないと。そうですね。2軍で3割2分1のホームラン2本打ってんだよ。でまあ1軍にも今上がってるけどね。でも結局タミヤの出現と何かあったら伏見がそれをフォローして、でそして次の若手のエースは神東なんでしょってなったら、もうどう考えても無理やん。誰かが怪我しない限り下手したらマルチネスもキャッチャー守れるしみたいなっもう今でしょ、28歳、はいね、一時はね、打つから、まあ、大げさに言うと郡司みたいに移籍してキャッチャーじゃなく違うポジションも考えられるわけ、正直ね。でももう俺はもう本人のためにも出してあげた方がいいんちゃうかって俺は本当に思う。使わないんだったらね、結局ね、こんだけ頑張ってるのにっていうところもあるからね、まあ別にキャッチャーじゃなくてもっていうところもあるかもしれないしね。そして続いてこちらです、今川優馬、2軍でね3割1分4厘、ホームラン3本、めっちゃ頑張ってる。でも結局さっきの話じゃないけど、水谷選手の出現によってもう出るとこがない、枠がなくなっちゃったっていう。そうだってもう外野は万波、ねでまあ松本剛で水谷、まあ水谷はねうまくここからもねいければっていうところがあるけども、でもたまに磯端ね、でスティーブンソンもいるっていうところを考えると、ちょっともうね、まあ何かあったら要因だけどね。そうですね、北海道だからね、まあ出身がねないかも分かんないけども、本人のためを思うんだったらね、ここまで頑張っててチャンスないんだったらね、出したらいい選手取れるんじゃないのっていうねところもあるけどもね。2軍で3割もね一つの基準的なところありますしね。でもう一人、江越大河、昨年はね結構1軍出ましたけども、今年も2軍で2割5分ホームラン2本だから当たれば力強い、あとは継続できるかどうかが問題っていうところもあるけども、もうちょっと枠ないやん、これもないですね。どっちかっていうと今川よりも江越の方がちょっとチャンスがないよ今。私こう年齢的にもやっぱり31歳でギリだからね。でここは外野で守備もできてねっていうところで補強ポイントになるところでは、これは一軍には入れると思うからね、いいんちゃうかっていうねところもあるの。阪神とか外野おらんの？阪神もそうですか？阪神から来たのに。ありますね。阪神から来たのに。いやでも中日の加藤選手とか言ってもそうそうそう、阪神だけはこれ絶対ないんですよ。それは理由があるんですよ。江越がね、阪神時代の時岡田さん解説やったんですよ。あんなスイングショット一生で浮かれてたんですよ。でも変わってるかもしれない、ハム行って。そうそうそうだからいいんちゃうな、江越と高浜でいいんちゃう。もう一回戻すちゃう。これも13回目だから、あそうそうそう、だからそれやったら野口君にチャンスあるけど、分かるね。そうなの、そっち系だから駒沢大学ですからね。じゃあ続いて、浅間大輝、大輝と大輝ね、浅間選手ね、今年20、もうすぐ、あ今日何日？あ今日誕生日じゃん。今日ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、浅間選手、ハッピーバースデー、おめでとう。28歳になったってことかな。変わってんのかな。でも96年生まれだから28歳だね。28だ、なってるんだ。今日変わったんだこれ。おめでとう。おめでとうございます。見たわけ21なんだもんね。出されるのは何日か分かんないけどね。だからまあオープン戦絶好調。3割8分1厘。でファームでも打ってるし、でもだからこの今川、江越、この浅間。3人いらんやん。まあそうですね。だから3人とは言わないけど、やっぱ誰か1人は出してもいいんちゃうかって俺は思うけどね。3人がチャンスつかむことってないじゃんね。今の外野の調子もいいしね、ファイターズはね。で足で途中からってなると磯端もいるしっていうところで考えるとね、なかなか難しい選択になってくるから、まあ全員はいらないと思うから、この中からトレードはね出てくるんちゃうかっていう。まあ野手はここらへんかな。続いてピッチャー、石川直也。一時ね守護神とまで言われた男がね。でも今年28歳、今年投げてないのか。投げてないんだよ一軍ではね。でも今はね日本も後ろがまた多分ジャスティスが戻ると思うの。最後の投球もめちゃくちゃいい感じで投げてたからね。で他は杉浦とかもねいいしね。で川野でしょ、ザバラもいいしね。ザバラマーフィーがまたいいしね。そうですね、ザババザバラマーフィーが来て入れ込んできだいいのリリーフもね、山本君もいるし、感じ的にね、ザバラまだ防御率指定してないですからね。使わないんだったら出してあげた方がいいかなってね、パワーピッチで後ろでってねなったら欲しいところねあるかもわかんないしね。であとはこれもちょっとね、今川同様ないと思うけども、使わないんだったら福田卓、北海道出身だからやっぱ地元だからね。でも今年ちょっとね、4月25日の楽天戦以来1軍で投げてないっていうところと、でも指定してないんですけどね。そうなんだよ。だからまあないと思うけど使わないんだったらね、だから1軍はやっぱ川野がね左がいいっていうところと、まあ宮西がね復帰してきたっていうね、使えるけど枠がないってとこなんですね。そう、まあ地元でも地元にいないといけないとかそういうのないですからね。そう、どこにいてもね地元の人は応援してくれるから。そうです、どこにいてもだって地元にいないんだから、鎌ヶ谷だから。そうですね、確かに今地元だけど地元にいないんだから。確かにそれだったら違う球団に行って地元に1年で10数試合帰ってきてくれる方がいいや。いいですね、お帰りになりますからね。そう、だからピッチャーこんな感じかな。あとは特にはいないよね。いないですか。こんな感じかな。投打にわたってでも結構いい選手いるね。います。でもちょっと若手の台頭もすごいからね、そこに生まれちゃってるっていうところもあるから結果残しててもね。確かに去年まではもう誰がスタメンになってくるかがわからないから選ぶの大変って言ってましたけど、結構はまり出してきちゃったんですよね。そう、だからまあね、清宮トレードとかって言いがちだけどさすがにちょっと早い。まだちょっとそうですね。あと今年怪我してなくて1年間ここまで来てて、あんまりだったら俺もトレードに出した方がいいかなと思うけど、怪我してたっていうのもあるしね。でもぶっちゃけ守るとこないんだよ。この今サード郡司とかが行ってて、でたまに野村ジェームスが出たりとか、でファーストマルチネスがハマってるから出るとこないのよ。でこの前のチャンスも打てなかったしね。だからこの1年間の結果では2025年シーズントレードに出してあげた方がいい選手出てくるかもしれないし、こっからが勝負ってことですね。だからない一番ないと思うけど、出したら面白いと思うよ、他の取れる選手も含めて。ファーストしかできないのがちょっと痛いよね。そうですね。だからまあそういう声が出るのも仕方ないけどね、まだ早いんちゃうかっていうのもあるけども、出したとしてもびっくりはしない、正直。まあそっかってなりますよね。再生工場行く？再生工場12球12個あるから。そう、確かにそうですね。結構千葉さんも再生工場よ。あ、ですか。だって他球団が来た選手ばっかり活躍してるんだから。そうです。西村、坂本、石川とかね。であとは国吉、沢村。まあ沢村はあれだけどね、沢田ね。そうですね、吉田。そう、もう再生工場ばっかり。その代わり欠点ある、自家生産能力弱い。あとポランコ外再生工場ばっかり、自家生産していけって。その代わりもうちょっとお前自社内のお前機械整備しろ。北海道さん自家生産もしながら再生もされているから結構ね、北広荒れ地だったけど肥料も増えて耕されてきたね。私なんかあれですよね、この間中日戦とかは中日から移籍した選手がめちゃくちゃ中日打ったりしてね、山本はね勝ち投手になってね、なってそうで自家発電しながら再生工場でもすごいっていうね。自家生産ね。自家発電しなかった。まあまあニュアンスは合ってる。ニュアンスは合ってます。まあ意味合いは一緒。そう一緒です。はい。まあということでね、ファイターズファンの皆さんどうですか。はい。さあ広島カープトレードに出してあげた方がいい選手。現状6月21日首位です。はい。ね。一気に。ね。何予想ですか広島。私も4だったかな。最下位じゃなかった。最下位じゃないよ。これ最下位です。よく言えんだ、恥ずかしいです。俺5位。まあまあ456、全員びっくりです。どうもすいません。ここまでね。でもここからね、優勝に行くために何か層を厚くするために動きがあるとするならば、まあないと思うけどね、ないと思うけども、でもやっぱりいい選手は出してあげた方がいいからトレードに出してあげた方がいい選手。カープからはこちらの選手です。中村健。おお、やっとした、ああ2人いるからね。27歳ね、まあ2軍では2割8分ホームラン1本、6打点、1軍では久保堀って言ったところで、末金と同期なんだよね。ちょっと競争だから、多分球団としたら、まあもちろん両方だったらいいけど、最低どっちか頑張ってほしいっていうところで、そこ末金がね勝っちゃったっていうね。あと秋山野間がいて、で最近うぐさとかもね、いいところでホームラン打ったり、であとはね、大森ね、あと羽月が14分に動くっていうね、ところもあるけども、まあちょっともうなかなかチャンスなくなってくるからね。いやちょっとキャラかぶりますもんね。そう、キャラかぶりだから、まあここはまあ環境を変えるっていうのもまあ手だよね、正直ね。次4年目っていうところでね。でカーブとしたら次のドラフトで若い選手を取って年齢層の幅を広げた方がいいから、そういう選択肢もあるからね、足りないところを取ってくるっていうのでも中村はいいかなっていうね。セカネ選手が掴んじゃいましたからね。そうですね、確実にね。そして次でこちらです。中村翔征。ダブル中村選びました。わー、いいね。中村翔征も2軍では2割7分、ホームラン44本打ってるから。そうなってるんだ。そうそうそう、だから2軍やっぱね、広島の人の評価聞いても2軍だともう天才的やと、もう能力的にはすごいと。でも1軍じゃなかなかっていうところと、こんなこと言うのもないけど、土地を変えて、あ、ちょっとこう過ごしやすくする、風水的かな、風水的かなんかかな。土地を一回変えて、そこで再チャレンジっていうのも本人にとったらいいと思うし、このままカープにいてもひょっとしたらいいものを発揮できない可能性あるから、いい選手なだけにもったいないよね。そうですね。このままね、広島の地でグダグダあってもね仕方ないから、環境を変えてっていうところで一気に花開く可能性あるからね。これは何のあれでもね、ネガティブでもなくてポジティブにね、俺はワンチャンいいんちゃうかっていうね、ところがあります。続いてピッチャー、あれ常廣君は何やってるんですか。俺の新人王になるっていう常廣君は、先輩としては。先輩、ちょっと俺2軍では投げてるんでも別にね、通信とかやろうと思ったらできるようにやってくれるかもしれないしね、よく分かんないけどね。だからちょっとそこら辺がね、ちょっといざこざしてたね。俺は大瀬良、森下に次いでいい新人を行くかなと思ったけどね。そうですね。先輩が悪すぎだな。そうですね。最弱王ですから。そうやな。私ですか。どういうことですか。最弱王一番取ってたの先生ですよ。静岡のことも知らんからな。青学だってできんでしょ。青学もできんやろ。できんじゃないですよ。だって最下位だって。何で最下位になりました。青学の半径3キロ以内できん。だから渋谷行けないじゃないですか。渋谷行けないじゃないですか。だから仕方もうそのまま表参道もダメだよ。いや表参道結構好きなお店あるんですよ。ダメだよ、表参道も入るから青が。私ちゃんと卒業してますから単位取って。あ、それ言っちゃダメ。赤羽さん。そんなこと言っちゃダメ。青学から怒られる。私が OB って言っちゃダメなんですか。卒業してるとか言っちゃダメです。それも蹴られるらしい青学が。ちょっと。だから半径3キロ以内から原宿もギリアウト。ちょっとこの前にあれじゃない、あれ出てないですかね、最弱王やったじゃないですか。もう一つさあちょっとそれ見てよ、滑ってないかな先に。さあちょっとよ、何言ってるか何言ってるかよくわかんないです。皆さん袴田チャンネルね、まだありますので、はいねえっていうのもあるけども、まあトレードに出してあげた方がいいって考えるとこちらの選手いきましょう。そうだね。ちょっとまだ言ってなかったな。はい。高橋光也。ちょっと左チャンスなくなってくるんちゃうかっていうところでね。まあワンチャン環境も変えて勝負していくっていうことを考えると、ちょっと左が最近多すぎるからね。黒原とかもそうだし、滝田君とかも来てるし、長谷部もいるし、でまあ森浦ね。で森。で玉村ね。最近良くなってきてるからね。いい感じでっていうところになると、まあ、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、ところもあるし、なかなか今8年目ですけど1軍でできれてない感じですよね。そうそう、だから環境を変えてっていうね、ところもワンチャン勝負してもいいんちゃうかっていうね、ところと、もう一人います、ピッチャー、はい、松本龍也投手、はい、やっぱ地域を変えて勝負っていう、ね、地域を変えてね、でもやっぱりリリーフが結構もう固まってきてんねん、カープも。まあね、一時松本も防御率1点台とかでめちゃくちゃ良かった時もあって、あれ1年目かな、だったけども、まあ、今リリーフでいうと栗林ね、島内、そうそうそう、矢崎ね、堀江投手で、またねハーンがいいからね、でケムだね、そう考えるとなかなかノーチャンスに、ね、なってくるのだ。ちょっとチャンスがなくなってきてるからね、はい、まあ、いい選手を取りたいってなってくると、正直ワンチャン出してもっていうところは面白いかもわかんないよね、はい、あと内間とかとの、ね、キャラかぶりになってくるからね、松本ね、だからなかなか厳しいから、まあ、松本3年目だからね、ないかもわかんないけども、もしあれだったらワンチャン面白いかなっていうところと、まあもう一人はね高橋ね、まあチャンスちょっとないからね、はい、まあチャンスを上げるためにもだピッチャーちょっとなかなかいないからね、全体的にはこれっていうのがね、斎藤裕太君も出てくるかなと思ったけどね、まあまだもうちょっとねかかるかっていうね、だからやっぱりこの中村奨成、中村健人はワンチャン面白いかなっていうね、はい、ところもあるけどもね、でまあ外国人がね活躍しないから日本でいい形で頑張ってるっていうのもあるけどもね、まあっていう感じかな、カープは。はい、そんなだけど、まあ中村奨成はワンチャン環境を変えてもで結果残してっていい感じだからね、それで良くなる可能性もあるから、はい、まあもしいい選手が取れるんだったらワンチャン考えてもいいかなっていうところはあるけどもね、っていったところがカープです、はい、カープファンの皆さんどうですか、はい、さあトレードに出した方がいい選手、今日はソフトバンクホークス戦です。はい。ね。ホークス戦。おお、あれ変って言いましたけど。いやいや言ってない。言ってない。言ってない。リクエスト。岡田さんふリクエスト。ハート。さあトレードに出した方がいい選手、今日はソフトバンクホークス戦です。はい。ね。ホークス戦。はい。はい、言ってませんでした。せー。アウトー。何しとんねんってね、ホークス戦ね、ホークスはもうやっぱこの選手だと思う、今もう結構強いし、ちょっとで若手も何気に出てきてんねんな、昨年はなかなか怪我してあと埋まらなかったけど、今年はこう埋まってきてんだよね、柳町とかもね、三森とかいなくなってもね、木原いなくなってもどんどん生きてるっていうところで、ちょっともうねダブついてきてるから、ここはもう出してあげた方がいいっていうところでね、こちらの選手谷川健太、キャッチャー、27歳、今年1軍に1回も呼ばれてない、上がってないんだ、でも2軍ではホームランは0本なんだけど、あと外野もできるやんな、キャッチャーもできるから、やっぱ複数ポジションを守れるってことで、移籍しても用途としてはいろんなとこ使えるって思うねんな、そう考えると需要はめっちゃあるし、しかもこのままいてももう今年は甲斐、そして海野が1軍で。結構使われてるやんな、だからこの多分2枚体制はよっぽ誰か怪我しない限り変わらないと思うね、そう考えるともうキャッチャーも多いしね、一発ポーンとでもいいんちゃうかっていうね、もしくは渡辺陸ね、ちょっと若いからね、だからこの渡辺陸と谷川原がちょっとかぶっちゃうじゃん、キャラ的に。そうなったらまあ渡辺陸より谷川の方が年齢もいってるし、いろんなポジション守れるから需要としては多いんちゃうかっていうね。で続いて、こちらです。野村大地。もう多分出てないですよね。去年はそのまあ外国人がねホーキンスとかもうみんな忘れてると思うけど。ホーキンス、確かにホーキンス。確かにもうみんな忘れてると思うけど、ファーストとかいなくなって野村大地ファースト、栗原怪我でリチャードサードみたいなね感じになってたけども、もう今年はまあ山川来て中村晃もファーストいます、でサードも栗原元気です、うん、で、広瀬とかも出てきました、うん、でなったらちょっと優先順位がで、あと若手の井上もいる、うん、そうですね。で、まあ、野村勇怪我から復帰組っていうところを考えると、はい、順番結構後ろじゃない、はい、多分野村勇の方が上に来るやろ。怪我してるけど、怪我明けてきたら今までの感じで言うとね、うん、でそう考えるともうノーチャンスやねホークスでは、うん、それだったら一発、うん、まだ23ぐらいか23、4ぐらいじゃなかったっけだ確か年齢が、だからそれぐらいだよね。だからまだ年齢的に伸びしろがあるから移籍しても伸びるかもしれないし、はい、今だと守備もそんななんかサードファーストだから、うん、まあだから多分外野を守っていろいろ出れるところでって言ってマルチポジションやってるんだと思うけど、うん、まあそれでもちょっと今のホークスはきついから、はい、それだったらまだ今若い売れる時に、うん、でまだ本人のためにもなるし。使わないんだったら俺はトレード出してあげてもいいんちゃうかって思うね。そっかまだ23ですか。で続いてリチャード。おおリチャード、そうかリチャードも一緒やね。そうですね。去年使わなきゃいけなかった。さっきの話じゃないけどもやっぱ栗原怪我して去年結構チャンスもらったと思うんだよリチャードは。でもそれをやっぱ生かしきれなかったよね。いやもうちょっときついよな順番的に、それこそ野村勇とか井上とかねもういるしね。毎年ちょっとずつやっぱチャンスはありますもんね。そうそうそう。栗原がちょっと不調になった時とかチャンスあるんだけど栗原がもう調子上がってきたからやらかす癖なんですよね。ひょっとしたらホークスに合ってない可能性ある。リチャードっていう選手の特性上ホークスが合ってない可能性あるのよ。こう環境なんかこう雰囲気的にねホークスがいいとか悪いとかじゃない、そういうのじゃない、いいとか悪いとかじゃなくてリチャードがちょっと合ってないかもしれないから、はい、ここまだ25歳でしょ、はい、バーン行く可能性あるからありますね、うん、そこからここトレードも、うん、リチャードのためにもね、はい、多分もう使わへんと思うねそんなに積極的に、うん、それだと俺はリチャードありやと思うんだよね。ホークスから出て活躍してる選手俺ねリチャードはね移籍先知ってね、いいところいいところある、知ってます、いいところある、いいところある、なんとなく私もここかなみたいな、あんのあんの、全員一緒意識統一できてる。いやこれは一緒でしょ。だってすごい交流戦とかで爆発してるじゃないですか。でもあれだからこれ13回目だから、そうそうそう、ここでは言えないんですよね。でもホークスのファンの皆さんよかったですね、もうすぐです、13回目もうすぐです、そうですね、もう次の次ぐらいかな。そうそうそう。でもまあリチャードもねやっぱホークスに合ってない可能性あるからそうですね。そういったところではもうワンチャン出してあげてもいいかなっていうねところあるよね。はい、環境変えるとまた変わるって言いますからね。じゃ続いて、ピッチャー、はい、モイネロ。モイネロ？もう強すぎるからもうどっかに出してほしい。そういう絶対出さないでしょ。絶対出さないと思う。もうホークスが強すぎるから、はい、もうモイネロどっかに出してほしい。そしたらなんかいい塩梅になるかもしれないですよね。ちょっと進行取れてくるかもしれない。あと有原も日本を戻しました。原点に戻ってくれ。あと大津ロッテにあげて。いやいやでもそうしたらホークスが今度は選抜。帝京大学多いから。あ確かに。ロッテ。うん。いや大津投手もいね。そういうんじゃない。そういうんじゃない。あそういうのじゃない。均衡を取るためのトレードじゃない。独占禁止ですよこれ。本当本独占禁止だよね。いやでもホークスも開幕前まで先発の頭数足りないかもとか言ったぐらいじゃないですか。そうやな、大津とかも出てきたしな、モイネルの先発がドハマりしてるしね、で有原は1年間安定的にもいいしね、これは結果としてね本当に成功してる、大関もねいい感じで投げてる。でまあこうじゃあここだねトレードはね、笠谷俊介27歳、今年早回りで28歳になる年、10年目、まあ、2軍では防御率 2.09 と、はい、13試合投げて8試合先発、うん、使わへんだったらもう出してあげよう、うん、今シーズン投げてないですからねね、うん、だからまだ全然チャンスあるよな。ありますあります。俺めっちゃいいチーム知ってんで。おいいチーム知ってない、うん、13回目です。もうすぐもうすぐめっちゃいいチーム知ってるけど、はい、使わないんだったら俺は笠谷いいかなっていうね、うん、はい。あとね、続いてこちらです。佐藤弘樹。おお、育成？まあ育成なんですね。でも2軍で防御率 1.74、3試合投まして1回先発、2勝0敗。であとは多分3軍とかで投げてるのかな、うん、多分2軍の成績があんまりないけど、はい、でもそこで2軍でこんだけ成績残してるってことは、うん、でしかも25歳、早生まれだから今年26歳、はい、で、慶応大学からソフトバンク育成ドラフト1位、うん、2020年 で育成だから、うん、ね、年かさんでいくとあれじゃんね、うん、だから使わないんだったら、はい、欲しいとこあると思うで、いやありそうですね。でそのトレード期限前だったら、うん、育成を取って試合外にするのも可能だから、はい、できるんですね、それできるよ、だって育成トレードも、ね、別にできるから、はい、そういった意味では育成トレードして試合外に上げるっていうこともね、はい、できるから、うん、でしかもなんかね、あるところの情報によると、はい、そろそろ前田純投手が支配下になるんちゃうかっていう噂がある、167番、はい、沖縄出身、うん、日本文理大から中部商業から日本文理大、ソフトバンクだから、この選手が支配下になって、うん、一軍投げるんちゃうか説があるんだよ、はい、前田純が。でそうなってくると、はい、この佐藤選手、うん、余計にないじゃん。はい、同じ左だし、うん、で年齢は前田選手の方が若いし、はい、だから俺は佐藤選手でいいの分かってるんだけど、この前田選手の方が先行っちゃいそうだから、うん、そうなったら枠なくなるから、うん、いいんだから欲しいところをね、うん、今年のだからオリックスでもね、この育成から上げた、はい、あれも佐藤だね、うん、佐藤勝馬ね、はい、もう良かったしね、はい、うん、勝ち星もいってるし、はい、そうなってきたらこっちの佐藤も、はい、広くも、はい、いいんちゃうかっていう。そしたらもう一人います。誰？もう一人、ちょっと三浦瑞稀君をよく出てくる、よく出てくる、さんざんチャンネルおなじみのね、三浦選手ね。私のそのもうドラフトの時から推してた東北福祉大出身の三浦瑞稀君、こんなに左なんですけど、しかも24歳、今年25歳、左なんでいいね。これもし前田純がいくとね、この三浦佐藤いけないもんね。そうなったらさ、本人たちのためにならへんやん、やっぱり。いやでも順番待ちでも今、しかもいいのに順番待ちだから、それちょっときついよな。だって他のチームのファームで2軍の選手でこんだけいい成績残してる人の方が少ないんですよ。少ないね。もうこれはもうね、佐藤三浦ね、出してあげた方がいいよ。だってどうせ前田行くんでしょと、枠なくなるでしょと、そしたら出してあげようよと、来年もドラフト取るんでしょと、ピッチャーいけませんよねと。いや本人、これこそ本人のためにならへんね。これこそまだ最悪笠谷とかはまあ試合がだからワンチャンあるじゃんね。こいつらノーチャンだからね、試合下に上がるもうワンクッションあるから、そこには前田いるわけでしょ。そうなってくるとね、いいからね。これ多分他のチームだったら普通に1回もすぐ1軍っていうね。いや全然あるよね。あると思う。先発が特に苦しいところとかね、これは出してあげてほしいよな。試合下に上げないんだったら出してあげてほしいよね。いいからね。そうなんですけど、もったいない感じがね。もったいないね。そういったところではホークスは育成にもいい選手がいるんでね、ここから千賀投手みたいになる可能性もね。全然だから特に三浦佐藤ね、この2人は特にね、トレードに出してあげてほしいなっていうね。いやそうですね、頑張ってるからね。盛岡大附属から東北福祉大っていう、出身神奈川だけど東北ゆかりあるんでね。ねえ、佐藤君慶応ブームやからね今。そう、慶応は佐藤この一軍ブーム乗れないんだったらもう違う慶応もありますよ。そうホークス慶応多いよね。多いですよ。柳町選手とか広瀬選手とかね。でも郡司だってね、慶応でね。そうだ、日本ハムでも頑張ってるし、それで慶応来てるの。福谷だけですよ、頑張ってない。いや頑張れるよ、使わないんだったらトレード。木澤君も頑張ってます。最近慶応来てるね。慶応来てるんです、ブームなんですよ。確かに。ということでね、こちらの選手たちね、人材豊富ですね。使わないんだったらね、トレードに出してあげた方がいいと思いますけども、ホークスファンの皆さんどうですか。さあ、トレードに出した方がいい選手、今日ベイスターズ編です。はい、ベイスターズね、ベイスターズでも若い選手どんどん出てきてるからね、そういった意味ではまあそれにもう負けちゃってノーチャンスだから場所移動しようかっていう人だね。はい、キャッチャーはもう戸柱、伊藤ともうベテラン勢がもう渋滞やもんな。山本が頑張ってるからね、だからって言ってももうねDNA で頑張るしかないからな。山本選手が結構もう抜けちゃいましたからね。そういった意味ではね、やっぱこの選手やな、千野直人。千野選手って結構一軍で出たりしてません？まあ、してると思うけども、うん、ちょっともうレギュラーになれないじゃん。あ、まあそうですね、レギュラーはちょっとだってね、石上とかね、はい、で柴田とか守備固めでも出てたりもするし、はい、ね、で京田もね、うん、いい感じですしね、バトルフェイスになってきてるし、うん、で大和森もいて、はい、で井上もいてね、うん、ってなってきた時に使わないんだったら積極的にね、そうですね、うん、ワンチャントレードに出して、うん、足りないところ取ってくるっていうには、うん、いい選手だと思う。クソみたいな選手とか出してもクソみたいな選手しか来ないから、はい、いい選手出さないとっていうところで、うん、今のベイスターズの中で仮にいなくなったとしてもそんなに痛手はないけども、うん、いい選手をやっぱ出さなきゃいけないから、はい、そうなった時考えると俺知能は、うん、いいと思うよ。パンチ力もあるし、ね、まあ、出てもダイソーとかですね、なってきますからね、なってくるからね、うん、ちょっとね、まあ、ワンチャン出してもいいんちゃうかっていうね、はい、それと続いてこの人、はい、上里和樹、楠本大志、どっちかやな。そうですね、ちょっともうキャラかぶりじゃん、ちょっと順番もうでね、筒香も帰ってきたね、で渡来ドラフトで取ってきた関根いる、で桑原いる、で海老名も途中よかった、で梶原いる、オースティンも外野来るかもしれない、うん、ああもうちょっとそうですね、きついですね、きついやん、うん、正直ね、うん、若いところにはこの勝俣をね、はい、またね、はい、成長させていきたいっていうね、うん、思いもあるだろうしね、オープン戦調子よかったね、うん、 そうね、そうなってきたらちょっと楠本と上里がちょっと弾かれてる可能性あるから、はい、しかもキャラかぶりだしね、はい、どっちかもう、うん、トレードに出してあげてもいいんちゃうかっていうね、うん、もう上里とか今年31歳になる時だからもうラストチャンスだからね。楠本が今年29歳か、DNA がね、ここからこの優勝まだね手が届くところにいるからね。でもちょっと一歩間違ったら B クラスもあるから、その中でね行くためにもね、団子状態ですからね、そうなんか足りないピースを取ってくるっていうところではいいかなっていうね。あとピッチャーはね、今年は坂本も良くなってきたしね、リリーフでね、ここまで良くなると出してあげた方がいいってもう言えないね。そうですね、もう DNA で頑張った方が一番いいっていうのもねあるし、佐々木千隼も現役ドラフトできてな、生き返ってるしね、環境を変えるって大事ですね。でそう考えるとトレードに出してあげた方がいい選手はこの選手、はい、ベイスターズファンの皆さんが怒ると思いますけども、三島和樹、そこか、なるほど、怒るかもわかんないですけど、でも使わないんだったら2軍ではもうめっちゃいい成績残してんねん、防御率 0.00 っていうね。でしかもね、1軍にもそれこそ今言った佐々木千隼とかね、徳山とか、今山崎康明とかちょっと伊勢がね状態悪いっていうところはあるけどもね、ウェンデルゲンだったり、あとウィック、ディアスかだったりとかで、京山も今年ねいいし、で森原とかねってなったら、一軍上げないんだったらね、まあ34歳即使える、即もう一軍のリリーフ足りないところもうすぐやれるから、その本人もベイスターズには愛着あるだろうし、ファンの皆さんも愛着あるだろうし、でも愛着あるっても横須賀じゃ横浜じゃないから、横須賀だから、それじゃあいくら愛着あっても意味ないやん。ファンの皆さんもやっぱ一軍で頑張ってるところみたいやん。 DNA で一軍で使わないんだったらもう即で使えるから、トレードに出して上げて、それで取ってきて、うん、で三島も即一軍みたいなのが、はい、俺はいいんちゃうかって思うんだよね。こんなにいいのに上がんないもんですね。まあ5月のね打たれた時の印象が俺ついたんですよね、だからチャンスはピンチ、ピンチは大ピンチっていう言葉があるように、一軍に行くのはチャンスやけど、そこでやらかしちゃうと次順番一番後ろになるからピンチになるのよ。ピンチっていうのは一軍に上がれないからもうクビになるから大ピンチっていう、大ピンチなんですね。だからそのチャンスがピンチになっちゃったね。そうですね、他はねそんないないんだよね。なんかくすぶっててっていう人がいないんだよね。もう一軍結構来てるしな、で今不調で2軍に落ちてるやつもいっぱいいるから、そういったやつは不調で落ちてるだけだから、しっかり戻れば上に上がってくるけども簡単に上へ戻ってこれるほど上もそんなバタバタしてないしな、はい、しっかりできてるから、その中でちょっと三島ははちかれてる感あるから、あと上里、楠本、知能はね、はい、だから一発ストレート出してあげて本人たちの輝ける場所っていうところで自分たちが足りないピースを補うっていう部分では、はい、いいと思うけど他はちょっとないな。太田選手出てないですね今年ね。34歳ジャイアンツ戻ろうか。で2軍でもホームランも0本やし、そっか。ちょっと俺のこの趣旨に反する今めっちゃいいのにっていうところを打てるのにっていう。そうそうそう。だって1軍で言えばよ、外野、右打ちっておらへんねん。桑原と海老名だけやねん。他全部今1軍でね頑張ってるのは左打ちやねん。武田とかも左でしょ、勝俣も左でしょってなった時に、ベイスターズの今の外野で右投げ右打ちって太田と海老名しかいと桑原しかいないんで、3人しかいないんでってなった時に入り込める余地あるやん。上里とか楠本はもう左打ちばっかりしかいないからの中で落ちてるけど、右打ちの中で入ってこれないってなると、それは他行っても無理やで。ああそっか。だから若手にチャンス与えますもんね。そう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 。だからやっぱりこの34歳ぐらいになると、やっぱ三島とかっていうようにすぐ使いますってみたいな、もう足りないところすぐいけますよ、結果は出てますよっていうのじゃないとあれだから、そう考えるとこのね、右でうまくいけばそれこそ代打とかでもセ・リーグはいるわけじゃん。だから1軍に入れるはずだけど入れないのはやっぱりそのしっかりとした成績を2軍でも出せてないから、で年齢考えるとちょっと俺の趣旨に反する。なるほど。趣旨があるから、このトレードに出してあげた方がいい選手っていうのはね。やっぱ所沢ですか。行くとしても所沢ですかね。いやいや。所沢いい。所沢にはいかない。もう所沢にベテランいらんから。ベテランっていうのはもうちょっと何かのピースで頑張ったら A クラス行きます、優勝行きます、今なんとかしてくださいっていうところにベテランはいるんだけど、もう来年見ていこうっていうチームにベテランはいるんで、若手を育てた方がねいいですからね。そんなお前栗山おかわり君にまたおっさん来て住谷いて何したいん、コーチ養成所になるわ。でもまだそのベテラン頑張ってますからね、自分でね、必死に。だからそういうところから、まあビッグネームは三島やな。はい。でも俺はワンちゃん面白いんちゃうかってね、思うけど、まあベイスターズファンの皆さん怒ると思うけどね。ベイスターズピンスさんどうですか。はい。さあトレードに出してあげた方がいい選手最終回。はい。オリックスです。はい。はい。オリックスはね、去年ほぼ当てだからね。なんかそうでしたね。黒木とかな。はい。もうほぼ全員当てて、俺はもう福良さんからそんなになんで内部のこと知ってんねやって言われて。今年も是が非でももう見透かしてやりたいよね、編成を。そうですね。でも調べれば調べるほどもういっぱい入れ替えてるから、もうほぼないいないいない、もういないし、もうその年齢の構成上がいいねん。そうで、なんか全体的にその表現は悪いよ、表現は悪いけど中途半端にくすぶってる30前後がいない。だから30前後で いい選手やけど使わないんだったら出してあげた方がいいのにっていう選手がほぼいない。だからまあいい選手いるよ、次に来るところでいうと、だから現ね、2軍ではいい形で結果を残してるから、今22歳だから、まあ未来にね向けてくるっていうところもあるし、杉澤君とかもまあ24歳で、まあね、いい感じで2軍でもやれてるから、そんな別にトレードに出してあげた方がいいっていうより、今ここから地道に力つけて1軍っていうところもあるし、でピッチャーでも前投手とかも、まあ今年23歳かな、2軍ではしっかりした成績も残していいピッチングもしてるからね、いいけどこれはもう次のためじゃん。育ててるわけですよね。そうそう。だからそのなんかなんで使わないのっていう人がいない。このね1軍に上げてこないのは上げてこない理由があるわけだよね、はい、それは今育成してるからっていうところを考えると、うん、オリックスはね非常に昨年ね、うん、いい感じのね掃除ができしたからね、はい、掃除、うん、入れ替えっていうね、はい、この模様替えの掃除したから、うんうん、非常にメンバー的にはいいのよ、はい、ほんでもうこの年齢重ねた人たちは正直、うん、今年終わりかなってそうですか人もいいんで、はい、もうその人たちはもうトレードとかじゃないから、うん、まあもうプロ野球人生頑張ったねっていう人たちだから、はい、その人たちは動かしようがないっていう、うん、でその中で、はい、まあここはありかなって言ったところが、うん、村西亮太27歳、はいはい、俺はもうねアンダースローはやめた方がいいと思って。そうなんですか。そんなアンダースローの良さ、うん、ただサイドだったから下にしただけにしか見えへんねん、はい、それだったらもうサイドでもっと威力を持って投げた方がいいと思うから、うん、ただ下から投げてるだけっていうのような気がしてなんないね、うん、はい、アンダースロー打ちにくいんじゃないんですか。アンダースローなんて一番打ちやすいから。あ、そうなんですか。そう、俺もアンダースロー成績俺3割5分前後ぐらい。へえ。ただ下から投げてるだけのように見えるから、うん、俺はサイドスローでもいいんちゃうかっていうのがあるけども、はい、うん、ちょっとこのままいても、うん、あんまりチャンスないと思うね。そうですね、今年投げてないですしね、うん、まだ1軍でね、うん、で若い選手たちも、うん、まあ出てきてるっていうのもあるし、うん、まあ吉田輝星がね、はい、移籍してきていいからね。そうですよ、だから鈴木陽志ね、うん、あ、鈴木陽志だから、この、はい、トレード現役ドラフト組がやっぱ頑張ってるから、はい、でちょっと鈴木宏もちょっとサイド気味じゃん、はい、逆どころ捉えてる感あるから、うん、でまあね若い選手小田島とかもね、はい、まあ、才木佐藤が育成から支配下になったっていうところもあるしね、うん、でまあ高島もね若いところでいうと使われてたしね、うん、あ、出番なさそうですね、そう思うとちょっとノーチャンスじゃん、うん、だからそういう意味では今現在27歳だから、うん、まあここしっかりワンチャントレードしてあげてもいいんちゃうかっていう、昨年同様にね、うん、はい、本人のためにもね、うん、もし欲しいところだからサイドスローだから、まあ、あとはやめてサイドにしてワンチャンリリーフあるからね、サイドが欲しいところとかね、うん、まあ、あとは本当気になるのは山岡は何してんだろうなっていう。あ、確かにね、どこにいるんですか。ガス会社ですかねガスの仕事ですよね山岡投手どうしてるんだろう、どこ行ったんですかね、うん、が気になる。うん、どうなんやろうなっていうね、だからそこら辺がなんかちょっとね、どうなんやろうっていうところがあるよね。しかも去年リリーフいっぱい出したからね、そこリリーフ生まれつつあるから、うん、で、まあ、野手でいうといい飽きてきたけどね、はい、もうこの選手毎年言ってますよね。言ってる、はい、でも毎年言っててまだ今年も言われるってことはチャンスはをつかみきれてないのよ、うん、山足達也。確かにでも2軍ではめっちゃ打ってるのよ、はい、もう毎年、うん、だからもうセ・リーグ行った方がいいかな。もうパ・リーグちゃうのかもしれない。リーグ変えてね、リーグ変えてだからもう太田大志だって、はい、ね、うん、ジャイアンツから日本ハムに行って、はい、リーグ変えたから良くなった可能性もあるじゃん、はい、正直ね、うん、だからね同一リーグ内じゃね、うん、ダメなのかもしれない。ちょっとパ・リーグが合ってない可能性ある、うん、もうリーグが合ってないと、うん、リーグが合ってないからセ・リーグ行こう。セ・リーグ行ったら、うん、セ・リーグの投手陣と相性いいかもわかんない、はい、2軍ではだってウエスタンは広島とかね、うん、阪神とかと戦ってるわけだから、うん、でそこでは結果残してるんだから、はい、だからセ・リーグいいと思うんだよ、うん、もうパ・リーグじゃやることないと思う、うん、めっちゃいいチームあんで、お、もう見つけました。お、もう彼にぴったりなチームが、うん、次回です。次回もうそっか、最終回だからね。そうそう、山梨はまあちょっと袖がいいかなっていうね、はい、っていうかあとは、うん、おらんねんな、うん、一軍とかも来るしね、うん、でしかも若かったらねまだまだだし、うん、はい、ベテランクラスはちょっともうお疲れ様ですみたいな感じになってるから、うん、そのやっぱ趣旨に反するから、はい、少ないね、やっぱオリックス少ないね、うん、ちょっと俺のお眼鏡にかかる選手が山足と村西だけ2人か。いや、やっぱり少ないな。やっぱオリックスはね、うん、去年いっぱい出してるから、はい、そんな問題よ、さすがに俺もむちゃくちゃ言えない。一番少なかったな、まあ、でも仕方ないいないわ、うん、その別にその買い殺し感ある人いない、うん、正直あとくすぶってるのもいない、はい、もう若手でここから上がっていくか、うん、もうお疲れさんかしかいない、はい、でもベテランもそう多くないんですよね。うん、でももうお疲れ様ですみたいなのは5人ぐらいいるよ俺の中で。5人もいました？うん、あ、そういましたっけ。だって多分いくよ、名前は言わないよ、はい、これでしょ。若干これも怪しいね。うんでこれでしょ、うんでこれでしょ。あーそっか、うん、もうそっか。だってこっちがいるから。そうですね、いらんねん、うん、もうでしょ、うん、で多分こういうとこ怪しい。ああいるやろ、うん、そこはトレードに出してあげた方がいいとかじゃないね、うん、それはもう言えない俺らの口からは、はい、ちゃんと今活躍しててあそうそうそう、まだ他手札でもできるよっていう、うん、ちょっとオリックス少なかったね。少なかった。まあでもそれはしかない、去年の構成もあるし編成もあるし、うん、逆に言うとそういう無駄なことをしてないっていうね、うん、うん、ところとしては編成上は素晴らしいっていうところもあるから、はい、まあ、そういったところはね引き続きやりながら、まあ、ここからね逆転優勝に向けてはちょっとホークス遠いかもわかんないけども、うん、ちょっと怪我人多いからな、はい、オリックスは、うん、でそこら辺が帰ってきてバーンと A クラスどこまでいけるかが、まあ、勝負だけど可能性は十分あるからね、はい、うん、そういった意味ではね、まあ、2人でしたけども、うん、この選手に対してのご意見いかがでしょうか、はい、さあやってまいりました、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、2024、はい、移籍先発表妄想です勝手にやってるだけだからいいんちゃうかっていう。だってとりあえず出してあげた方がいいっていうのはポジティブだから、だからおせっかい動画だね。俺らは勝手におせっかいしてこのチームのここが足りないからこの選手ここに行くとよりウィンウィンでいいんちゃうかっていうね、今ここにいるよりもこっちの方がバトルあるよっていう話ですよね。あるあるある、うんっていうところで、じゃあ終わってばっかりだからオリックスすぐ行っちゃう。はい行っちゃいましょう。まあこれね全部言いません、ピックアップして、はい、もうこの人はここだっていうなんか最適なところが見つかったら言います、はい、ね、その中で、うん、山足選手、はい、おすすめ球団あります。ありますか。はい、あります。はい、うん、トレードに出した方がいい選手、山足選手、移籍先発表です。はい、広島東洋。おお。俺広島いいと思うね、山足。はい、やっぱオリックス編のね、うん、動画でも言ったけども。はい、もうパ・リーグの水に合ってないと、でもウエスタンでは結果残してると、はい、でも広島相手にも打ってるから広島行ってどうすんねんっていう話もあるんだけどもね、うん、まあ内野、今年ね、まあ、二俣君出てきてるけども、はい、まあシャイナーがちょっと不発でね、うん、ファーストもなかなかっていうところで、うん、右が、はい、まあ上本とかね、うん、頑張ってるけども、まあ、俺はいてもいいんちゃうかっていうね、山足がね、はい、でちょっと聖火が怪我しちゃったっていうところもあるし。うん、右の、まあ、いろんなこともできて、うん、ファーストもサードも、まあ、セカンドとかも流れるユーティリティで守れるから、うん、結構フィットしていけるんちゃうかっていう、枠がありそうなね、うん、ありそうな感じなのよ。一軍にいられそうな、そう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 、うん、で代打もね、はい、いけるしね、うん、だから堂林とかとねかぶる可能性はあるけども、はい、まあ、ワンチャンどうですかっていうか、うん、うん、はい、しかもちょっと引っ越しも楽やん、うん、まあまあ西の方でね、神戸から広島だからね、でそんなに環境もね、はい、変わんないだろうし、うん、ね、続いて、はい、ロッテから、うん、二木康太、どこだろう、移籍先発表します、はい、巨人もしくは DeNA。 おー、はい、先発やっぱり巨人、まあ先発やっぱもう1枚ぐらいいた方がいいんちゃうかっていうところで、まあ巨人、あと DeNA もまあ先発今でケイとかジャクソンとかいい感じで回ってるけども、まあもう1人いてもいいんちゃうかっていうところと、佐々木千隼が現役ドラフトで DeNA っていい感じになってるから、こう二木も DeNA に行って先発を補っていくっていうところでは。二木の俺は巨人 DeNA もいいと思うね、うん、うん、しかもねさっきの山梨もそうだけどセ・リーグに行くから行きやすいやん、はい、出しやすいやん、うん、そういったところでは誰もらってくるとか知らないよ、はい、勝手にやってるだけだから、はい、誰と誰っていうとこんなんいらねえよとか言い出す、ね、うん、だからもう文句ばっかりつけてくるから、うん、誰と交換、これはもう全員金銭です、はい妄想でね、そうそう、全員金銭、はい、誰と変えるのやない、全員金銭、はい、はい、続いて、ソードバンクから、袴田さんが三浦ね、三浦君欲しいんでしょ。これ楽ですよね。まあもうずっと東北にいた人なんで。地元だしね。はい、地元は神奈川なんですよ。神奈川。はい。でも高校からも盛岡大附属行ってるんで。じゃあもうじゃあベイスターズ？神奈川です。あ、ベイスターズもありだと思いますだから。ね、左だからね。はい。だからベイスターズか楽天もね。まあ楽天結構左ピッチャーは今結構いるっちゃいるんですよ先発。うん。でもそしたらベイスターズもいいじゃん。東に習ってな。東に習って。地元やからな。はい。だから二木を巨人で、三浦をベイスターズね。番長と一緒の名前やしな。ね、三浦。確かに。三浦銀次もいるし。三浦銀次もいる。三浦ばっかりも。三浦半島もあるから。だから三浦 DNA やな。で、野村大樹、リチャード、谷川原。はい。これはね、誰かセーブ。誰か。いや、まあ野村大樹もね、まあ外野を守れて右っていうのもあるし、でリチャードはね、まあちょっと渡辺君とかぶるけども、ファーストサードいないじゃん、今の西武もね。で谷川原はキャッチャーと外野は守れるから、そういった意味でも、まあキャッチャーと外野は守れたら、まあ外野固まってないですね。そうそうそう。フィットするんちゃうか誰か。誰かね。この野村大樹、リチャード、谷川原誰か西武。はい。それがリチャード。はい。日本販売です。これがね、合いそうな気がしてならないんですよね。水谷と一緒の感じで、そうそうそう。やっぱりリチャードはソフトバンクの水が合ってないと、環境的に。やっぱりね、北の大地だと思うね。そしたら化ける可能性ある。なんか新庄さんも好きなタイプっぽい気もしますしね。ね、だから俺リチャード日本ハムは今のこの新庄さん体制非常にいいんちゃうかっていう。ホークスがいいとか悪いんじゃなくてリチャードに合わない可能性あるから。リチャードは日本ハムでと。はい。でもこの3人まとめて西武っていうのも悪い手じゃない。はい。続いて楽天から。はい。瀧中。はい。読売。おお。楽天今ちょっと右の先発困ってるんですけど、いやでも使わへんやん。まあまあでもいたらね使う気はするんですけどね。使うんだったら使った方がいいよっていう。使わないんだったらだから、まあそうですね。そうしたらまあ右の先発使わないじゃないですか。使わないじゃん。どうせポンセとか使っちゃうんでしょ。また分かんない。使わないんだったらジャイアンツ。困った時のジャイアンツ好きだね。続いて西武から本田圭佑。広島東洋。リリーフがね、カープもちょっとねバタバタしてるところあるから、リリーフがね、そういったところでパチコーンってね1枚増えるとね調整しやすかったりとか、ちょっとローテーション回せたりとか、こうねガチガチっていかないで、島内もちょっと打たれたりね、栗林もちょっとたまにねちょこっとやらかしたりする時もあるから。やっぱ登板肩になってくるじゃん。でそこにねおんぶ抱っこになってくるとまだシーズン半分ぐらいあるから疲れたら困るから、そういった意味でも本田圭佑カープね役割どころとしてはあるから、俺はいいんちゃうかっていうところもあるし、あと浜やね DNA ヤクルト左ピッチャーね今ヤクルトいた方がいいし、浜やもいい感じだからね使わないんだったら俺は面白いからっていうね。日本ハム清水。あーどこ行きます？あるんですよいいところは。はい。清水雄志、移籍先、中日ドラゴンズ。ありそうやな。あ宇佐美も日本ハムから行って良くなってる。ですね。使われてるし、清水もキャッチャーもできるし、まあバッティングいいから郡司みたいに逆野手コンバートもいけると思う。でそういった意味では、まあね、練習してサード外野とかもいければ、ね、バッティングを生かせれるところもあるかもしれないし、清水の中日打つよっていう、まあ、キャッチャーも木下ね、宇佐美、あと門田ね、とかもあるけども清水もね、まあ、あとキャッチャーじゃなくてもいけるから、コンバートもいけるから、それも見越した上でのやっぱ打撃欲しいだろうしね、ドラゴンズはね。でやっぱ右の外野がね、鵜飼ブライトさんがちょっと行方不明になってるから名古屋球場の方行ってるから名古屋ねバンテリンドームからは行方不明になってるから清水ね俺いいかなっていうところとね、今川ヤクルト合いそうだな。合いそうだな。しかもちょっと怪我人多いからね。でちょっと浜田もねちょっとこれなんか伸び悩みじゃないけどもカツッとこうへんし、結局左になってんね丸山とかね。だから何気にいいんちゃうかっていうね。ここらがまあピックアップ移籍先選手かな。はい。でもヒットしそうな感じありますけどね。阪神だけがなかったね。阪神いる選手。もう笠谷とか欲しいですけどね。ああ。ソードバンド。笠谷いいかもね。はい。大竹2世で。そうなんや。じゃあ笠谷阪神に行こうか。じゃあそうしましょうか。笠谷阪神。そしたらもう全部決まったよ。はい。だからまあ分けていくとしたら、じゃあ巨人に瀧中。で DNA に二木。で阪神に笠谷。で中日に清水。でヤクルトに今川、うん、で広島に、山足か本田、うん、で日本ハムにリチャード、はい、で野村リチャード谷川誰か西武、うん、で、三浦瑞希は神奈川出身ということで DNA、はい、番長、ね、うん、で佐藤裕樹はヤクルト、うん、これいいんちゃう、うん、いいんじゃないですかね。浜谷は DNA かヤクルトみたいな、うん、いいよ、うん、いいですね、ありそうですね、ありそうやろ。なんか誰かないですかね。当たったら逆やぞ。本当ですね。ぴったりチームまでぴったりみたいな。チームまでもうチームまでぴったりいったら里崎スパイセスあるわ。ありますね。教えてるわ。あともう平成にこれを見まくってる人いる。平成がこれを見ていけるのもらえるのかな、じゃあワンチャン言ってみようかって言ったらいけた説あるよね。ありますね。いやーなんかちょっと当たってほしいですけどね。うん。うん、ねえ。はい。まああるかも。まあ基本的にはパリーグの選手をセリーグに考えたからね。まあリチャード、日本ハムとか、はい、ね、その外野手西武とかはあるけども、うん、基本パリーグからはセリーグ、セリーグからパリーグの方がしやすいかなと思って、はい、まああえてそういうトレードの案にしてみたけどね。はい。はい。うん、皆さんどうですか。はい。さあトレードに出してあげた方がいい選手セ・リーグ編の移籍先発表です。はい、妄想です。妄想。全部金銭トレードの予定です。はい、そうですそうです。勝手にやってます。はい、意見批判コメント受け付けてません。勝手にやってるだけなんで。さあね、前回はパ・リーグでしたけど今回はセ・リーグ編ということでね、基本だからセ・リーグからは基本はパ・リーグに移籍先を考えてやっていきましたけども、まずは中日から福谷、東北楽天。おお、確かに右ピッチャー欲しいね。しかも先発とリリーフどっちもできるから。はい、右の先発欲しい。だからちょうどすぐね、すぐローテーション入りますね。ワンチャンチャンスあるからね。球力ありますよ。続いて根尾、北海道日本ハム。もう矢沢と一緒に二刀流。はい。二刀流でいろんなことできると思う。楽しくね、環境変えよう、環境変えようか、楽しくね。そう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 、ちょっと厳しさじゃなくて楽しさ。はい、楽しさで、そうそうそう、リフレッシュしてね。続いてリュウク、北海道日本ハム。水野がちょっと怪我したっていうところもあるし、まあちょっとショートを埋めようっていうところでリュウク、ちょっとこうね、縛られるの苦手なそうな人はね、そう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 、ちょっと中日の空気感じゃない、ドラゴンスカイなくせにドラゴンじゃなかった。あと石垣、東北楽天。おお、右ね。右。いろんなとこ守れます。まあユーティリティですからね。しかも奥さんが東北なんでしょ。そうです。NHK のキャスター。本人も山形ですね。ちょうどいいね。はい。地元というか東北ですね。坂田南。右だしね。これはもうぜひね。あるね。ありますね。じゃあ。瀧中と石垣トレードすればいいんちゃう。ああ、巨人だけどね。瀧中投手は楽天に行くからファンとして出さない。出さない。続いて金久保投手。はい、欲しい。欲しい秒かって。右欲しい。右のだから先発できる人欲しい。東北楽天 or ロッテ。おお、千葉出身だ。そっちの出身なんですよ。だから千葉か楽天、右欲しいんでしょ。若い右の先発できる人。ヤクルトやからね。今で楽天。はい。あと山崎幸太郎。はい。西武ライオンズ。おお。いい外野ね。ああ、でもいいかもしれない。即戦力。うん。もう足使えて。あと宮本。はい。西武ライオンズ。おお。いいよ。内野もいけるからね。で外野もいけるし、二遊間ね、いいよ。で宮本選手きっとでもファンとかってね、いやだからいいから言ってるからだから使えばいいだけなんだよ。そうですね、そうですね。俺がこの「いい」って言ってる人は使ってたらここに上がらないから。はい、そうですね。そう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 。で続いてジャイアンツ今村選手、ソフトバンクホークス。ホークスですか。まあ先発もリリーフも、まあ今結構リリーフがね主だけども、まあ今長谷川ヘルナンデスリリーフだけども中ロングできるから、1イニングじゃなくて中ロング、だから中ロング用に、まあ長谷川選手もね投げたら勝つっていうねあるけども、ちょっとそこが薄いっていうところもあるから今村選手ソフトバンクどうかなっていう要因として。そうそうそう。あとオコエ、埼玉西武、おは日本ハム。おお、なんか良さそうだな。いいやろ。日本ハムオコエいいと思うね。水谷オコエ万波で覚醒あるやん。ありそう。パワーとかポテンシャルは高いから。だから前回もねパ・リーグ編でリチャード日本ハムっていうから、リチャード水谷万波ねオコエだったら一発はばったらえぐい打線になるよ。パワーえげつなさそう。そういった意味でもオコエの日本ハムは俺は何気にいいんちゃうかって正直思う。結構まあ性格もこうイエーイっていう自由な感じなんでレイエスと合いそうですよね。だからキャラ的にわーっていきそうですよね。続いて DNA 三島投手、これ欲しいとこ結構あるんじゃないですか。千葉ロッテ。おお、ロッテに即戦力です。ロッテは結構ゆとりローテだから2試合投げたら休むから結構リリーフも数がいいのよ。でなかなか関東も最近、まあ、長くはなってきてるけども、そんなに無理させないから、そういった意味では、まあ、三島のリリーフ、俺はいいんちゃうかっていう、結構今ね入れ替え激しいからね、ロッテのリリーフもね、そういった意味では俺はもう三島リリーフロッテっていう、でも入れ替えしてくれるんだったらねいいですね。であと楠本選手、はい、埼玉西武外野はセーフだっていう流れで、はい。まあこれパリーグばっかりしてるから、セリーグで考えるとまだいっぱいあるのよ。そうですね。山崎幸太郎とか、阪神とかでも俺は面白いんちゃうかって正直思うしね。そこはタイパで考えてるから。そうですね。はい。でカープから中村翔成。はい。中日ドラゴンズ。あれ背に行きました。はい。あれ背から背です。中日やっぱ中野翔成中日も取りに行ってて、でカープと抽選になってカープに行ったから、もう一回やり直すっていう。はい。ドラフトの時から厳しくガツッと。ここはもう相手のセリフです。はい。で阪神から高浜。はい。北海道日本ハム帰ります。戻るんですか。帰ります。はい。はい。もう一回帰ります、はい、もう一回ハムでやり直していくかっていう、そういう選手いますからね。そう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 。加藤拓磨選手とかね、いいのいいの戻るとありますから。何気にロッテもいいんちゃうかって俺は思うけどね、はい、正直ね、まあ石川とか愛斗とか大下とかとキャラかぶるけどね、はい、何気にロッテとかもういいからっていうね、もしくは埼玉です数欲しいでしょっていう。はい、そうですね。ファーストとか守れるから高浜ね、西武。はい。ほぼ西武ばっかりになる野手ね。はい。梶谷。はい。オリックスバファローズ。ちょっとオリックスもリリーフが怪我人ね多いっていうところもあるし、もう平野もいないからマチャとかね後ろやってるけども、梶谷はもしマチャとかなんかあった時9回もいけるから。はい。経験ある。経験ある。リリーフね。はい。いい感じだから。岩田、はい、オリックスもあります。これリリーフは今山田しかいないから、左がね。そうそういうところで左を入れとけば、もっとバリエーション豊かにできるから。梶谷、岩田はオリックス。合いそうですね。しかも引っ越しいらんから。楽々。そのまま家から行けばいいから。これがね、感じ的に。ほぼ野手成分なんだけど。だからロッテでいうとやっぱ三島だね、でオリックスでいうとやっぱ梶谷が一番欲しいかな、右でね。楽天は誰、金久保、まあそうですね、右の福谷投手、どっちかだね、右のね金久保ね。で日本ハムだと俺はオコエか、合いそうですね、合うと思うな。で西武だと強いて言うなら山崎幸太郎とかいいと思うけどね。めちゃくちゃいいと思う。俺は。あとまあ宮本。内外野できるから。そうですね。宮本がいいかな。ヤクルトにはね。でソフトバンクはまあ今村だね。はい。だからソフトバンク今村、ロッテ三島、で楽天が金久保、でオリックスが梶谷、西武が宮本、で日本ハムが大越だね。はい。がいいんちゃうかっていう。ね。まあ、はっきり言ってるだけだけど、はい、めちゃくちゃはっきり言ってますよねでもフィットしそうじゃんな。言われそうですよね、うん、使わないんだったらね、はい、うん、かなりね、うん、お声とか特に水谷もいい感じいったから、なんかポテンシャル考えると可能性感じるよな、はい、日本ハムとか、うん、まあ、リチャードとかもそうだけども、うん、環境って大事だなと思いますよね。その人に合った環境っていう、であとチャンスがあればね、それ使うかどうかは本人たち次第だからね、うん、いくらトレードして、ね、足りないところ行ってチャンスがあるって言っても、うん、それつかめるかどうかは最後本人次第だから、はい、まあ、つかめなかったら仕方ないけども、うん、まあ、チャンスさえ与えればワンチャンいい感じであるんちゃうかっていうところもあるんでね、うん、まあ今後ね、あとトレード期限、うん、もう8月1日7月31日もう最後までだからね、うん、まあこの中でね、はい、またね、豪華に誰かが決まるか分かりませんけどもね、まあ、出した方がいいんじゃないのかっていう、はい、佐々木チャンネル、勝手なことやってます。はい。